はい、じゃあそれではですね、本日の入門講座本論編の民法第1回の講義を進めていきます。民法からは、本論編という講義になりますので、これから入門講座にあたっては、民法から始まって、法律7科目ですね、民法、商法、民事訴訟法、それから刑法、刑事訴訟法、それから憲法、行政法という形で、1年間かけて7科目を、全部で107回、というかで結構長丁場ではありますけれども、しっかり7科目の知識というものを、入門講座で入れていくという形になります。でまず最初の科目は、民法ということになりますが、民法については使用するテキストについてはですね、セブンサミットの方は、参考資料という形になりまして、主にレジュメですね、特に入門1回目で問われるもの、特に論文指導じゃなくて、論文対策という意味では、まずその担当で問われるもの、論文で問われるものというのはそれぞれありますけれども、その論文式試験の中で、問われる重要事項というものをまず徹底的に押さえていくという形で、講義を進めていくことになりますので、レジュメというのはその、全体の中からその重要なものというものをとりあえずピックアップして、構成しているものになりますので、講義自体は、この、講義メモの方を中心に進めていくことになります。でなので、講義の進める前提としてですね、入門講座自体が、全部で24回民法ありますけれども、全体の民法の内容はこのセブンサミットでいうと民法1、2、3という形でかなり膨大な量になります。で入門講座の中で、それを全体を100とした場合、100のものを全て扱うということは、あまり効率的ではない部分があるんですよね。例えば、出題頻度が低いところであったりとか、あとは試験でいうと担当でとりあえず知識だけ押さえていけばいいものと、あとは論文対策としてとりあえず論文としての、知識をしっかりつけていって書けるようにしなきゃいけないという部分はある程度峻別されるので、入門講座の中では、とりあえず担当だけしか問われないようなところについては、概要を説明するにとどめていくという形になります。で中心としては論文で問われる、重要事項というのをできるだけ事例形式で使っていけるようににしていくという形になりますので、例えば講義を受けていく中で、例えば今日1回目の講義というのは、セクション1、1表示ということになります。で1表示という内容自体は実は民法の中で一番最初はもっと最初に民法とは何かとかね、なんか見ていくと民法の主体とは何かとか、そういう話から入っていくんですが、そういう抽象的な内容というのは、逆に具体的なものですよね。ある程度民法の全体像を掴んでいった時に戻っていった方が、正直なところすっきり入ってくるというところもあるので、その抽象的な議論というものは、最終的に後からついていくという形で、進めていきます。でじゃあそれはやらないかといったらそんな趣旨ではなくて、その進めていく中で例えば必要な知識みたいなそこで補足されていくので、最終的には民法の全体像を学習していく中でその担当で聞かれるところであったりとか、抽象的な議論みたいなのをやっていきます。であとは試験対策という観点で言うとですね、例えば予備試験であったりとか法科大学院試験なんかで、問われるような問題については、2年目講座の合格等の作成講座であったりとか、特に担当プロパーの知識は、担当合格講座の中で、どちらかというともう担当でしか聞かれないものを徹底的に扱うっていう形で、そこはもう論文で問われるものと担当で問われるものっていうのは結構峻別をした形でやっていきますので、最終的には民法全部っていうのはカバーできるという形には、なっていきますので、まずは1週目はその中で、論文で問われる重要事項を潰していきましょうと、いうことになります。で、そうすると一番最初なんですけれども、民法の、一番最初は意思表示ということになります。講義メモだと1ページということになるんですが、最初に民法とはそもそも何かということですけれども、これは全体構造の中でも、少し言及したところですが、一般的には司法と呼ばれるものの一般法という位置づけになります。司法って何かというと、私人と私人との間の、規律する法律ということになります。1回目の講義の中では、この最初意思表示というのをやるんだけれども、まず前提としてですね、ちょっと簡単にメモ書きもちょっと付け足しながらいきますが、最初に、民法自体というのがそもそも位置づけとしてはどうなるのかということで、その、最初はその問題を解く前にですね、司法の一般法という位置づけになります。で、じゃあそもそもこの司法とは何なのかと、いうことですけれども、これは全体構造編でも扱ったところで、公法っていうものは、例えば憲法とか行政法っていうものは私人と権力ですね、例えば国家であったりとか、地方公共団体をはじめとするような、公権力とそれから私人との関係、そういったものを規律するのが、公法なわけですね。ですから例えば国家権力であったりとか、場合によっては地方公共団体から権利が侵害されたという場合に、
その侵害されたものとしてどうやって争っていくのか、まあ、突き詰めれば公権力とどうやって対峙していくのかみたいなものが、まあ、いわゆる公法と呼ばれるものなんですよね。で、司法っていうのはそういう公権力が全く介在しないんですわ。まあ、言ってみれば、まあ、私人と私人との間で金貸したから帰ってこないとかね、なんか自分の住んでる家に住み着いてるから出てってほしいといったような、まあ、公権力が介在しない形で、まあ、私人との私人との間の紛争を解決するものが、まあ、司法ってやつなんですね。まあ、ですから私人間の紛争ですよね、というものを、まあ、解決していくと。法規ということになります。これは先ほど触れた通り公法との違いはそこなんですね。公法っていうのは、まあ、公権力 VS 私人という関係になります。で、なのでこれから民法を勉強するときには基本的には頭の中のイメージとしては、まあ、私人と私人との間で何らかのね、まあ、日常的なトラブルに近いようなものがあって、でそのトラブルがあったときに、まあ、お互い金を返してほしいだとかね、損害賠償してほしいとか、場合によって代金払ってほしいとか、まあ、様々なそういう、まあ、主張っていうのがあったときに、それをどういうふうに法律が、その規律をしていて、で、まあ、トラブルがあったときにどうやってそれを解消していくのかってことを、まあ、勉強するイメージがあればいいと思います。では司法っていうのはこの私人間の紛争に関する規律ってことなんだけど、じゃあ一般法っていうのはこれは何なのかというと、その私人と私人との間のその規律する司法の、まあ、一番大元になる法律っていう意味です。例えば司法っていうと法律はすごいたくさんあるんですよね。ただ一つ身近な例で言うと、この民法の学習が終わると次は商法という勉強をするんですよね。で、商法という勉強の中では主に会社法っていう法律を勉強します。じゃあ会社法って何なのかっていうと、これは一応司法に分類されます。例えば会社の株式会社の活動なんていうのは、まあ、私たちの、ね、経済活動にまあ普通密接に関わっていて、公権力が特に介在することなくね、会社が私たちに、ね、商売したりとかするわけです。ということはその会社法っていうものも一応司法には分類されるんですよ。ただし会社法っていうのは会社にしか適用されないわけですよね。で、例えば商法という法律もあります。商法という法律は商人間、まあ、厳密に言うと商人および商行為に適用されるもので、全てのその私人間の行為の中で適用されるんじゃなくて、その中で会社に関連するもの、商人商行為に関するものみたいに限定した形で適用されるんですよ。で、じゃあ民法って何なのかというと、その全部をカバーするんですね。で、例えばその先ほどできたこの会社法という法律っていうのは、まあ、その株式会社をはじめとする、まあ、会社に対する法律なわけです。で、この会社法に規定されているものは基本的にはその会社の行為については会社法が適用されます。ただ会社法っていう法律で、じゃあ全てのその民事系のものがカバーされているわけではないですけどね。その会社法という法律の中で規定されてはいないものというのも中にはあるわけ。じゃあそういったものはどうするかというと、全て民法がカバーするんですよね。で、そのように、まあ、会社法っていうのはこれは特別法と呼んでいて、まあ、言ってみれば会社というね、この会社法が適用されるその領域の中だけで一応規律するもので、その中で規定されているものは会社法が適用されるんだけれども、ただそこで規定されていないものや、そもそも会社法の適用領域外、例えば私が何か売買契約をね、例えば結ぶにあたって私人と私人、つまり個人間で買い物をして、私が別に商人とかではなくて個人間でただ単にやり取りをするのであれば、まあ、会社法とか商法とかっていう特別法の適用がないわけですよ。そういった特別法の適用がないものは全て、まあ、受け皿ってわけじゃないけど、広くこう一般法としての民法がこうカバーしていくと。というものがこうカバーしていくと、まあ、こういう関係に立ってるんですよ。なので、まあ、こういう感じですね。そうすると、まあ、もちろんこれ会社法を例に出しましたけれども、まあ、会社法に限らずその司法と呼ばれるものはすごいたくさんの法律があるわけだけれども、この民法っていうのはそういう特別法でカバーできていないものは全て民法が支配しています。ですので会社法では規定、まあ、特別法では規定されていないことや、特別法がそもそも適用されないその司法領域というのは全部民法が扱う。
ということはこの民法というのを勉強していないと、例えば次の科目の会社法を勉強したりとか、もしくはこれからね、法律の勉強を進めていく中でさまざまな特別法っていうのを勉強していくわけです。その特別法っていうのはこの民法の規定っていうのがそもそも前提になってくるので、まあ、一番最初にこの民法っていうのをしっかり理解するってことは、非常に重要になります。で特にですね、まあ、ここから7科目勉強するわけですけれども、私の入門講座だと、まあ、民法から始まるんですね。まあ、他に7法あるけれども、まあ、なんで民法から始めるかっていうと、とにかく法律の勉強の中で一番重要なのがやっぱり民法なんですね。どうしてかというと、その憲法も確かに重要だし刑法も重要だともあるんだけれども、まず民法ってやっぱり条文から始まるんですよ。どうしても憲法っていうのは、まあ、条文数はそこまで多くはなくてですね、どちらかというと判例とか学説とかそういったところを中心に、まあ、見ていくことになるんだけど、民法っていうのはとにかく、まあ、条文数が非常に多くてですね、で特に、まあ、近年民法って改正されて、まあ、さまざまな、まあ、現代社会に合うような形で条文が整備されてるんですよ。ということはまず条文を理解して条文を引けるようになるっていうことができると、ある程度その民法の事例処理っていうのはできるようになる。で実は法律の勉強って結局突き詰めていえばまず条文から始まるので、その条文を使っていくっていう練習っていうのは一番民法がね、まあ、優れてるってわけじゃないけどね、練習になるところなのと、あと端的に配点が高いことが多いです。まあ、民法自体はやっぱり どういう形であっても、まあ、予備試験とかだと完全に均等な配点ではあるんだけれども、やっぱり民法自体は範囲が広いですから、まあ、一般的には重要度が高い科目 であとは他の科目にも影響するんですよね。その、まあ、民法と関連する科目って非常に多いっていうこともありますので、まあ、一番最初にこの民法っていうのを学習していくということになります。でそうすると、まあ、民法っていうのが、まあ、司法の一般法ということになりますが、そうすると一番この民法の中で重要なのは何かっていうと、まずほとんどの場合契約ってものから始まるんです。その何もないところからいきなり私人間でトラブルが生じるってことは、まあ、なくはないですけどあんまりないんですよね。まあ、例えばいきなりね車に轢かれたとかね、そういう話になればちょっと変わるかもしれないけど、まあ、通常まあ試験で問われるような問題であれば、まあ、何らかの形で私人と私人との間で契約を結ぶで、契約を結んだはいいんだけれどもうまいことはいかなくて紛争になった、例えばね、まあ、売買契約みたいな感じでパソコン買うなんて約束したんだけれども、そのパソコン買うっていうふうな契約自体がそもそもね、あの時パソコン買うって言ったけどあれは嘘でしたって片方が言い出してみたりね、で、まあ、契約が成立したんだけれどもそのパソコンが途中で燃えちゃったりとかね、まあ、さまざまいろんなトラブルありますよね。でどんなトラブルであっても基本的にはその契約っていうのが起点となって始まるんです。なので、まあ、民法の一番最初の勉強ってとにかくその契約とは何かということをもうとにかく正確に理解するってことが重要になるので、まあ、1回目の講義ではその、まあ、契約っていうものの根本にあたるところをちょっとやるっていう感じになります。まあ、そうすると契約って、まあ、そもそもどういうものかというとシンプルに意思の合致です。なんか難しいこと考えなくていいです。その買います売りますって言ってそれがもうガッチャンコすれば契約成立します。例えば、まあ、一応これはね、少しこの後講義メモの方に戻りますけれども、まあ、両当事者の意思の合致なんですね。例えば、まあ、A がですね、自分の持っている、まあ、パソコンがあったらパソコンを私は売りますっつって100万円で売るぞっていうことを言って、で B が分かりました、じゃあそれ100万円でくださいなっていう形で、まあ、こう合致することによって、まあ、契約は成立します。で一部例外はありますけれども、契約って別に契約書とかいらないんですよ。その契約書というのは確かに契約が結ばれたということを証明するためには作ります。で特に重要な契約になればなるほどね、その後で契約があったかないかというのがね、揉めて裁判になる時の証拠としてやっぱり残すから契約書というのは普通書きます。ですが、まあ、民法では、まあ、重要な契約だったら書面なきゃダメとされてるんですよ。例えば保証人になるとかそういうふうな重要な契約であれば書面必要なんだけど、そうじゃないものについては一般的には、ね、契約書っていらないんです。あくまでも意思と意思が合致すれば契約が成立します。ただあくまでもこれってのは合致しなきゃダメなんですよ。例えば A さんがね、俺のパソコンを100万円で買ってくれって言って、じゃあ分かった、 B さんがじゃあ10万円で買いますって言われても、それはもうずれちゃってるよね。それは契約は成立しないわけで、少なくともその契約の内容としてその、まあ、重要な部分ですね、本質な部分が一致すると、まあ、契約が成立する。じゃあ契約が成立するための要素っていうのはこの両当事者の意思なわけです。じゃあこの意思のことを一般的にこれから勉強する意思表示っていうものになるんですよ。意思表示というものが、まあ、合致するということです。でこの意思表示が合致するとそれが契約の成立というイメージです。
でそうするとこの意思表示っていうのは何のためかというと契約の成立に向けられているものというのがまあベースになります。だから例えば A さんと B さんとの間でね、お腹空きましたって A さんが言って、 B さんも私もお腹空きましたって言って合致したからって何も起こらないわけですよね。それは何の契約も成立しないのは、お腹が空きましたっていうことは何の法律的な効果も求めてないですよね。まあ、売ります買いますとかね、貸します借りますとか、まあ、何でもいいですけど、あげますもらいますと言ったように、あくまでもその法律効果というものに向けられたものである必要があるということです。じゃあそしたらさ、その意思表示っていうものはちょっと抗議名の方もちょっと戻しながらいきますが、これから勉強するのはまさにそこなんですよ。で民法の中では、最初に私が意思表示やるのは、そこをまずしっかりと理解しておくと後々の勉強がどんどん、進んでいきますので、まあ、今日の1回目はもう意思表示ってところをしっかりと、見ていきましょう。じゃあ意思表示って何かというと、やっぱりポイントは一定の法律効果に向けられてなきゃいけないんです。ですから例えば一定の法律効果っていうけれども、これは例えば売買契約の締結に向けられていたりとかということです。まあ、例としては契約の成立ですね、に生じるなぜわけです。だから、まあ、さっきも言った通り、まあ、契約の成立に向けられていない、ただ単になんか2人で感想を言い合って感想が一致したっていうものが契約が成立しないというのは、そもそもそれは法律効果に向けられてないから、そもそも意思表示じゃないということになる。でこのような意思表示がまあ存在していて、でこの意思表示が法律効果に向けられていて、それが合致すればそれの通りの法律効果が生じるってことなんですよ。シンプルに言えば契約というのは、まあ、ある法律効果が欲しい、私もある法律効果が欲しいっていう意思表示が2つあって、それがマッチングすると、そのマッチングした通りの法律効果が生じるということになります。ですからさっきの売ります買いますっていうのはどちらも同じですよね。パソコンを100万円で売買するということに向けられてたでしょ。ということはこの法律効果の発生に向けられた意思表示が2つあって、その対立する意思表示が合致したから、その通りの売買契約という、契約が成立して、その効果が生じるわけです。じゃあその時にですね、ちょっと最初はその部分をやると、だからその意思表示っていうものはすごく重要なんです。だから契約が成立したかどうかっていうのは、意思表示を正しく理解してないといけないっていうことですね。意思表示がまあちゃんと理解できてれば、まあ契約が成立したかどうか、まあ言い換えればですね、もう論文の問題をはじめとしてですね、まあ、民法の事例問題というのはまず契約が成立したかどうかから始まりますから、そのちゃんと成立したかどうかということをまあ判断できるように今日はしていくというのが、ね、一番大きな目標になります。 ではですね、ちょっと話を戻ると、じゃあ契約の成立によって効果が生じるわけですが、どんな効果が生じますか、契約で。でそれは今日の最初にこの意思表示とはちょっとね、ずれちゃうところではあるんだけど、大きく2つあるんです、効果って。まあ、例えば売買契約を例にとります。例えば A さんと B さんとの間で、まあ、両当事者意思が合致した。じゃあ A さんが例えばパン屋さんだとします。まあ、A さんが、まあ、例えば売り主。でパン屋さんにパンを置いてあります。はい、B さんが買い主だとします。はい、お互いに売ります買いますという形で契約が成立した。じゃあ 100円だね、パンだと100万とかちょっとしんどいんで、このパンを100円で売り買いするという契約が成立した。この時に生じる効果っていうのは2つあるんです。で民法でしっかり押さえてほしいのが、債権と物権っていう概念なんですね。で債権っていうのは、まあ、全体構造編でも触れたんだけれども、人が人に対して何かを請求することを債権っていうんですね。例えばお金を返してくださいであったりとかね、物を引き渡してくださいとか、まあ、そういった、人から人に対する請求権のことを債権と呼んでいるんだけど、この意思の合致によって生じる効果は、まず一つは債権の発生なんですよ。でこの債権というのは人から人に対する、で一応ねごめんなさい、講義上結構 SK っていうふうに略すことがあるので、請求権です、請求権の、ね、書くときちょっと SK って略すことがあるんですが、まあ、人から人に対する請求権というものが、通常契約が成立すると発生するとされています。だから契約成立したら金払いっていうんです。なんでだろうっていうのはね、一応そういうふうに契約の効力なんですよね。だからそうすると、例えば売買契約が成立すると、 A さんは B さんに対して何ができます、まあ金払いだよね。つまり代金払えっていう請求権、
が発生して、じゃあ B さんは A さんに対して何ができます？パンよこせですよね。パンよこせ、まあ、売り主のパン屋さんにありますから、例えばこの時は引き渡し請求権ということで、お互いに請求権を持ち合うというね、まあ、こういうの総務契約と言ったりするんですが、まあ、A さんと B さんとの間で請求権を持ち合うという関係がポーンと発生するんですよ。でだからお互いに義務が生じると。でこの時にちょっと押さえておいてほしいのが、請求する側のことを債権者と言います。ですから、例えば金払えって言ってる人が債権者で、請求されている側が債務者っていうことになります。でそうするとこの債権の発生においては、この債権者から債務者に対してですね、債権者から債務者に対して、まあ、こういう請求権が発生するという効果が生じるわけですね。まあ、最初はねちょっと抗議メモの方に行く前に最初にね前振りってことになりますけれども、まあ、こういうことなんです。で、まあ、これが民法の一番最初の重要な視点なんですよ。もう民法を勉強するときは債権と物権っていうものをしっかり分けていく必要があります。でそうするとじゃあこの債権っていうものは契約が成立すると、まあ、発生する。じゃあこの時じゃあパンの売買契約今やってます、はい、パン屋さんは債権者でしょうか、それとも債務者でしょうかっていう話なんですね。でそうするとこれっていうのはパン屋さんというのは債権者でありながら債務者でもあるってことです。つまり債権っていうのは2本あるでしょ。代金の払えというこの代金請求に関しては請求する側だから債権者になるんだけれども、じゃあパンよこせという点では B から請求受ける側でしょ。ということは代金のじゃなくて、パンの引き渡しという点でいうと債務者になるということなんです。だから民法を勉強するときにはその債権っていうのをまず、まあ、大体こうやって矢印でこいつからこいつの請求って書くことが多いですが、どの債権について見ているのかっていうのを特定しないと債権者か債務者かって分かんないんですよね。通常金貸してる側は債権者だっていうのはあれは金貸すって返してくれしかないからなんですよ。だけど、まあ、このように売買契約だったらね、金払えとパンよこせっていうふうにね、お互いもちもちで権利を持ち合うので、債権者か債務者かということについてはその債権の内容によって変わってくるってことになります。でこのように債権が発生するということと、あともう一つあります。もう一つはこのパン契約が成立するとこの所有権は移ります。で一般的にはなんか所有権って渡して移るイメージあるかもしれないけれども、あの所有権というのは、まあ、民法だと条文があってですね、民法の176条かな、176条で物件で物件って言ったら何のこっちゃって話になるかもしれないけど、物に対する支配権です。で一番重要なのは所有権です。つまり物件って言われた時にはとりあえず物に対する支配権で、まあ、所有権みたいなものが一番典型です。でこのような176条を見ると、物件の設定及び移転は当事者の意思表示のみによって効力を生じると書いてありますから、そうすると、まあ、端的に、こうやって丸にって書くけれども、このパンっていうのはこの所有権は契約によって A から B に移転したってことになります。これ176条ですね、民法の176条で、このなんか謎のなんかパンみたいなのを書きましたけど、このパンの所有権というのは契約が成立することによって A さんのものから B さんのものに変わっています。ですから、まあ、日常的に私たちが契約って結んでる時っていうのはその合致したことによってこれだけのこと起こってるんですよ。もう考えたらね、全く赤の他人の A さんと B さんが、まあ、パン屋さんで出会って、パンくださいって言ったらもうこの2人はお互い債権債務持ち合ってその対象物のパンの所有権移ってるっていうことがその合致した瞬間に起こってるんですよ。でそうすると、まあ、一つはこの契約というのは債権の発生原因であって、物件の変動原因、と言われます。でこれはですね、あの民法の学習を私の方でこれ進めていくと物件債権で勉強します、物件債権で勉強していく中でこのことは、まあ、いずれ講義メモでもまた出てくるんだけれども、まあ、1回目の、まあ、今なんでこんなことを勉強するのってことを知らないと結構納得して進まないでしょ。なんで意思表示勉強させられてんだよって言ったら、まあ、民法で一番重要なのはやっぱり契約だからだと。で契約っていうものはそもそも意思表示と意思表示がぶつかることで起こるんで、この意思表示正しく理解せんと契約っていうのがわからないよと。だから一番最初に契約やるんです。でそうすると、まあ、物件の変動原因というのはこの物件というのもちょっと説明しておくと、これは人から物に対する支配権ということになるんですよ。なので、で例えば例としてこれは所有権ということになりますね。
そうするとですね、この物件をなんかちょっと赤で矢印書くと、結局この契約が成立すると、この支配権がトン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 と B にもう移ってると、こういう感じになってるんですね。つまり債権の発生、物件の移転ということです。だからこれ契約が結ばれるまでは A がパンに対して矢印持ってるだけなんですよ。契約が成立するまではその A さんがパンに対して支配してるだけだったのが、契約が成立すると A と B との間でこういう債権的な債権の成立があって、そしてこの A の支配権が B にギュンと動くっていうわけじゃないけど、 B の支配権のもとに移るとまあいうことが同時に発生する。なのでこの、まあ、物件と債権っていうのをね、とりあえず、今日のところは最初理解して、上で今日のところに入っていくことになります。じゃあ少し意思表示というものをいくつか見ていきますが、あの問題となるのはもう今日最初に触れます、意思表示っていうものが問題なく行われてるんだったら特に、試験では問題にならないですよね。パンください、パン買います、パン売りますって言って契約成立って言ったらそれで何の問題もないので、あの特に意思表示にトラブルがある場合どう処理するかっていうのを今日前半でまず規律をしっかり学んでいっちゃおうかなと思ってます。まず意思表示自体のルールっていうのはやっぱり条文のルールがあるからしっかりと、見ていく必要があって、93条からなんですね。で、まあ、条文自体はあの本当はね、1条からなんでやんないのみたいなところもね、まあ当然あるんですけれども、まあ、重要なところをまずしっかり最初さらってってから、その他っていう形でちゃんと見ていくことになるので、まずはこの意思表示というところから見ていきます。そうすると意思表示では93条というのが意思表示の規定がある。でちなみに出てきた条文とかはまあチェック入れとくといいかもしれない。復習するときに、あ、この条文やったことあるなみたいな感じにしておくと、まあ、条文引くときにも有効だと思いますので、じゃあ意思表示はこういうふうに書いてあります。93条1項をちょっと見ていくとですね、はい、意思表示は、審議者がその真意でないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。まずはこの93条1項本文になりますね、ただし書きの前ですから。93条1項本文を見ると、まあ、要するに真意でないことを知ってした時であっても効力は妨げられない、妨げられないということは有効ということです。じゃあこの93条というのはどういう場面が想定されているかというと、真意でないことを知ってしたってことは、例えば、私がまあパン屋さんだとします。パン屋さんで、このパンを全く売るつもりがないにもかかわらず、じゃあこのパンじゃあ1円で売ってあげるよみたいなことを嘘だって分かりながら、言った場合です。まあ、これパンだったらまあなんかね、あれかもしれない、極端な例で言うと、まあパソコン持ってて、私パソコン持ってるんだけどこのパソコンね、もうあなたにじゃあ10円で売ってあげるよって言って、もう冗談で言うケースです。で冗談で言ったら相手だってそしたらじゃあ10円でくれるなら買ってくれよっていうわけですよね。じゃあこの時契約成立しますかって問題なんです。でこの時私が今言った意思表示っていうのは真意じゃないよね。そのつもりでは全くないんだけれども、そのことを分かってやってます。真意ではないことを知ってした意思表示というのが、これが要件ですよね。まあ、民法の条文に限らず条文は要件と効果に分けていくわけでしょ。そうすると要件は真意でないことを知ってした、つまりそのつもりがないのにしたっていうのは要件、時であっても、はい、効力を妨げられない、つまり有効と扱われます。なので仮にですね、まあ、A さんが B さんに対して、売るつもりがないのに売りますって言って、B さんがあ、じゃあ買いますって言っちゃえば契約成立しちゃいます。意思表示は有効なんですよね。で、まあ、これなんかは何でかって言ったら、まあ当たり前な条文になるんだけど自業自得なんですよ。そんなこと言ってんだったらその人はその相手方の保護の方が当然優先されると、まあ、いうことになりますから、まあ、この恋の心理留保って言います。でまずね、ちょっとこの93条をちょっとベースに見ていきましたが、まあ、条文で書かれていることをまずしっかり理解することが大切になるので、まあ、1ページ、このような93条で書かれているような、まあ、相手方が真意でないことを知りながらする意思表示のことを心理留保と言います。なんかこれか一応ね、あの入門の一番最初の段階なので、まあ、何これってなりそうなものはちょこちょこっと説明していくと、あのこの心理の理っていう、まあ、なんかタヌキみたいな字書いてあるけれども、あのこれはあの表裏の裏って意味なんですよ。その表裏の裏のことをこうやって書くんです。でだからこの心理療法っていうのはあのどういう意味かというと、心の裏に何か隠してるって意味なんですよ。だから要するに本当のことが実は真意ではないんだけれど、そのことをまあ留保、つまりそれを心の裏に隠して意思表示をすることを心理留保っていう。だからこれをまあ砕いた定義としては、条文にもある通り真意でないことを知りながらする場合ですね。でこれをまあ心理留保って呼んでます。ですから例えば例としては、 A さんがまあ意思表示をしたと、まあ、実際に意思表示をしたという場合に、これが例えば心理留保になっていると、
の場合にはこれは原則有効になるわけです。まあ、心理留保に基づいてなんか嘘を言った場合には有効であると。でこれはね、今日の民法の勉強の中でも、まあ、ぜひできるようになってほしいのが、条文ってまあ最終的に覚えなきゃいけないかっていう話はちょっと話したと思うんですよ。最初の一番最初の全体構造編だねって話したんだけど、結論からすると条文っていうのは別に論文式試験だったら引けばいいので、条文ありますから引けばいいので覚える必要は特になくて、条文引けばいいしだけれども、ただ少なくともなんか最低限のことはやっぱり知ってなきゃいけないですよね。で全く条文の知識がないで探すことはできないので、まあ、条文の内容っていうのは一定程度まあ覚えなきゃいけないっていうのは確かにあります。じゃあどうやって覚えるかっていうのは、条文はもう丸暗記してもしゃあないから、心理療法は有効って覚えてもどうせ忘れますから、この後なんか勉強していったらいろんなものが重なるから。じゃあどうやったらいいかって言ったら、なんで有効なのかっていうことをしっかり押さえていく。でこれは論文の勉強をするときにはすごく大切で、条文の趣旨からやっぱり出発していろんな問題解決するので、じゃあこの意思表示なんで有効なのかって言ったら、 A が自業自得じゃんって今言ったけれども、大体民法の規定ってどういうふうにできてるかっていうと、ある人とある人の利害対立なんです。つまり今回 A さんが一人で心理留保してるわけではないよね。そのパソコン売るつもりないので売ります売りますって一人でまあブツブツつぶやいてるわけではなくて、当然相手方がいるんです。で相手方っていうのはもちろんこの相手方はその A さんの言ってることを信じて取引に入るんですよ。でこの時 A と B どちらを保護すべきですかっていう価値観に基づいて動いてます、民法というのは。だから理由がないわけじゃないんですよ。例えばこの時、まあ、言葉はちょっと雑かもしれないけど、嘘言ってる A とそれ信じた B だったら B を信じるべきでしょ。B を保護するべきでしょ。じゃあどうするかって言ったら、当然この心理留保のことを有効と扱うべきだっていうことなんですよ。じゃあちょっと事例変えます。 A さんが B さんに対して、じゃあパソコンを10円で売りますって 嘘っていうかね、心理留保、本当は売るつもりがないけど10円で売りますっていうふうに言いました。で B さんがそれを聞いて、あこいつ嘘言ってんなと、そんなつもりないのに冗談で言ってるなと思いながら、じゃあ売ってっていうふうに言った場合、この場合は B さんを保護する必要はないよね。つまりなぜ93条はこの有効と扱いをしているかというと、やっぱり相手方を保護するっていうことが出発点なんですよ。つまり B さんの要するに保護、まあ、言い換えればこういうのって、まあ、これから結構マジックワード的に出るんだけど、取引の安全なんですわ。取引の安全をするためにこれを有効としないといけないということになるわけですよね。まあ、これ有効にしなかったら大変でしょ。嘘でしたみたいな感じでね、全部これが、ね、なかったことになっちゃうとなるとね、取引成立しませんから、そのためにやってると。じゃあ仮に B さんが A の心理留保について、まあ、悪意っていうのは前回やりました知っているっていう場合ですね、つまり A さんが、嘘を言ってるということについて、もし仮に知っていたりとか、あとはこれ条文ちょっと見ると正し書きにあります、相手方が、真意でないことを知ることができたと書いてありますよね。つまり仮に知っている場合には悪意と言います。で実際に知らなかったんだけど注意を尽くせば知ることができたという場合には過失があるということを言います。でこれはまあ民法の学習に限らず法律の勉強の中ではよく出てくる言葉で、まあ、悪意っていうのは知っていることで、過失っていうのは落ち度があることです。まあ、例えば、この A さんが、10円でパソコンを売るよって言ってなんか、まあ、言ってみれば心理留保でそういうことを言ってるんだけれど、 B さんはまあ、それをまあ信じたわけだけど、普通に考えたら、まあ、ありえないじゃん。普通に考えたら、まあ、パソコンを10円で売るってことはありえないし、その時 A さんがすげえヘラヘラしながらね、バカにするような感じでね言ってきたんだったら、これは心理留保だってことに気づくべきでしょ。でそういう場合にはやっぱりこの心理留保であることに気づかないことには過失があるっていうふうに評価されるんです。でこのようにその心理留保であることにもともと知っていたりとか、その心理留保について知らなかったということに対して、まあ、過失があるという場合にはこれは B を保護する必要性はないんですよ。取引を安全を保護する必要性がなくなるから、だからこの場合には例外として無効と扱っていきましょうというのが条文なんです。そうするとこの例外無効って書いてあるけれども、結局これは理由としては B 保護
B 保護の必要がないということに、まあ、起因していくということになります。でそうするとこの心理療法のルールっていうのは、まあ、原則有効なんだけど相手方が悪意誘拐してならば無効になるというそういう、まあ、位置づけになっています。でこれがまず最初心理留保ってやつで、まずはルールをとりあえず押さえていく必要があります。では次に94条も見ます。これ93条続きがあるんだけども、この後の勉強でやるんですね。で94条が、まあ、今日の講義の中で一番重要なものです。94条は、全体構造編の中でも扱った条文ですが、まあ、民法で、しっかりここでやっていきます。94条は条文こうなってます。相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効とするってやつですね。まあ、具体的な事例で常に認識してね、相手方として通じてした虚偽の意思表示は無効とするという条文で、で一応これ要件効果を分けると要件は3つに分かれます。相手方と通じてした虚偽意思表示、この3つが、要件になっています。まあ、言ってみれば相手方と通じてしたっていうのは A さんと B さんで示し合わせているケースです。お互いに売る気も買う気もないのに売った買ったっていうふうにお互いに通報をして、まあ、虚偽の意思表示をすると。まあ、シンプルにさっきの例で言うとパソコンの売買契約を結ぶつもりがお互い全くないにもかかわらず A さんと B さんとの間で売った買ったっていうふうに虚偽の意思表示をし合った場合で、この場合には効力が生じないよという、まあ、条文なんですね。じゃあなぜ効力が生じないか、成立させても無駄でしょって話ですよね。A さんと B さんとの間で契約成立させる意思がお互いにないわけです。そうすると先ほど触れたような取引の安全の要請もないよね。A さん B さんがお互いね、なんか適当なことを言ってね、示させるだけだから取引の安全を保護する必要は全くないですから、まあ、このような場合には、無効として良いだろうということで、実はですねこれって93条の1項ただし書きと同じことです。要はこれってさ、さっきの心理留保で A が心理留保をやっていて相手が知っているって状態とそんなに変わらないんですよ。まあ、もちろんあの通報はないけどね、この93条の場合には通報はないけれども、要するに A さんが要するにまあ、言ってみれば真意でなくてで B さんが真意でないことを知っているって場合には無効になりますわねってやったでしょ。でそれとまあ状況としても類似しているよね。つまりこの場合 A さんと B さんとの間で通報した虚偽の意思表示があった場合には、無効ということになります。でこれはしっかりと要件を押さえておいてください。相手方と通じてした虚偽の意思表示ですね。まあ、先ほどの例で言うと、A と B との間で示し合わせてお互い売る気も買う気もないにもかかわらずその売買契約の、まあ、いわゆる意思表示をお互いし合ったという状況であればこれは無効になるということです。ちなみにこのね、規律については全部今日説明します。きちんと、無効となります。ということは無効ということは契約の効力は生じませんので、例えば A さんと B さんとの間でパソコンの売買が通報虚偽表示でされたとします。通報虚偽表示でお互いパソコンを売ります買いますということを虚偽の意思表示をした。でパソコンを B さんの手元に置いといたとします。パソコンをね、まあ、売ったこと買ったことにしてるからね、実際には所有者が A さんで所有者が A さんで、パソコンをこうやって引き渡したとします。この時このパソコンの所有権は A のものだからね、ですから B さんは持ってるけれどもこれは所有権は A さんのままです。なぜかというと契約が成立してないから所有権の移転はないよね。いやね、所有権は契約成立しないと動かないからね。ですからこのような成立移転するとでこれがまあ、あ、ごめんなさい、所有権移転しないで A さんのままですから、この場合だったらここまでやってもこれは無効であるということです。でただこれはしっかり押さえてほしいのが94条には続きがあるんですよ。94条2項で今日はここをしっかりと前半やっていきます。94条2項は全項の意思表示の無効は善意の第三者に対抗することができないとされているわけですよね。でこの善意の第三者っていうのは何かで初めてね、まあ、全体構造でも触れていることだからもしかしたらねあの全体構造から連続されている方はあのもう一回ってことになるけれども、それだけ重要なことなんでしっかりやっておきます。善意の第三者に対抗できないって書いてありますが、まずこの善意っていうのはその知ってるか知らないかっていうことですよね。ですからこの善意というのはその虚偽表示の事実を知らないということを意味します。いいですね。虚偽表示の事実を知らないということを意味します。まあ、一応やったところはとりあえずね、確認しておくと知らないということで、これはまあ第三者としての真意を取得したときに、この虚偽表示の意思表示を知らないということになります。じゃあ具体的にどういうふうな状況かというと、例えば今こんな感じで A さんと B さんとの間で通報虚偽表示されてますよね。
で、通報虚偽表示されていて B さんの手元にパソコンがあります。で、パソコンがある。そしたらじゃあそこにフラッと C さんやってきたと。で、 C さんやってきて、おお、いいパソコンあるじゃんと、で、 B さんのものだと信じたわけです。で、 B さんのものだ、おお、いいの持ってるねと。じゃあ私に売ってくれよって B さんが C さんに売っちゃったってケースです。で、 B さんが C さんに売ってしまった時に C さんが仮にこれが通報虚偽表示だっていうことを知らない場合には、この人は善意の第三者に当たるということになるわけです。ですね。で、特にこれどういう場面で問題になるかがめちゃくちゃ重要なので、善意の第三者に当たります。に当たります。で、この善意の第三者っていうのは先ほど触れた通りですけれども、この第三者としての地位を取得した時ってことは、この例でいうと BC 間で売買が締結された時点ですね。BC 間で売買契約が締結された時点で、この AB 間で通報虚偽表示がなされているということを知らなければ、この人は善意ということになります。ですね。で、じゃあ第三者っていう言葉も、まあ、これは後で勉強してもいいかなってとこなんだけど、少なくとも第三者であるからには、その AB とは別でなきゃいけないです。いいですね。 A さん B さんの、例えば A さん B さんとは独立していなきゃいけません。で、一般的にはこの第三者というのはもうある意味最初のうちは頭に入れちゃった方がいいかなというところは、一応ね、定義はこうごちゃっとあるんですよ。虚偽表示の当事者及び、まあ、この包括承継人以外のものであってって書いてあるんだけど、この包括承継人というのは、まあ、例えば相続人のようにその人と立場を同じくしていいよっていうような人のことを包括承継人と言います。まあ、初めて聞くので後で勉強するところになりますので、一応例だけ紹介しておくと、まあ、この包括承継人といった場合にはその人の相続人みたいな、人を指します。まあ、今の段階ではそうなんだで大丈夫です。あの、相続が発生すると、その非相続人、つまり亡くなった人の権利義務を丸ごと相続人って承継するんですよ。で、そのようにその前の人の権利義務を丸ごとこう相続する、丸ごと承継するっていうことを包括承継って言って、まあ、相続人なんかはそれに当たるので、一応この相続人っていうのはその外れるんですよね。当事者を、虚偽表示の当事者および包括承継人以外のものであって、まあ、虚偽表示に基づいて新たに当事者から独立した利益を有するに法律関係を至ったために、有効無効について法律上の利害関係を有するに至ったものというふうに一応書いてあります。で、ただこれをまあ覚えるのは今のうちはしんどいと思いますので、まあ、一番最初この第三者って言われたら、とりあえずキーワードはこれです。新たに独立した法律上の利害関係を有するに至ったものです。キーワードを拾うと、だから例えばですけれども、もう典型的な例は買い受け人ですよ。このように AB 間で売買、あの、通報虚偽表示が行われた後に B から買い受けた C なんてのは、これはもう新たな独立した法律上の利害関係人です。だって BC 間で売買結んどるからね、BC 間で売買結んでますから。そうすると、まあ慣れると、あの、パサッと出てくるんだけど、まあ、新たな独立の法律上の利害関係人であること、これが第三者の要件ということになります。そうすると、まあ、この事例で言うとですね、ちょっとまあ事例を見るとですね、こういう善意の第三者が現れたということであれば、この A、ごめんなさい、この C さんというのは B から買ってますから、まあ第三者に当たるわけですよね。新たに、要するに新しくボンと入ってきたからね、新しく AB とは独立した形で売買契約を結ぶという法律上の利害関係を有してますよね。ですからこの場合 C というのは善意の第三者に当たると。じゃあ善意の第三者に当たるんだったらどうなるかというと、この時条文では94条2項では第三者に対抗することができないって書いてある。で、対抗することができないとは何かというと、これも定義しっかりね、あの、対抗っていう言葉は法律用語で、あの、特になんか相手となんか争ったりとか戦ったりっていう意味ではなくて、自分の権利であったりとか自分の法律効果を主張できないっていう意味ね。つまり例えばこの事例で言うと、 A さんは通報虚偽表示だから無効だっていうふうに本来だったら言えるはずなんです。だから仮にね、 C さんが、私が所有者だっていうふうに言ったところで、いやいや、この AB のこの売買は無効だからあんたは所有者じゃないよってことを A さんは本来は言えるはずなんだけれども、条文で善意の第三者が現れた場合にはその人には対抗できないってことになる。じゃあ今回の対抗できないというのはどういうことかというと、 A さんは C さんに対してこの売買が無効であるということが主張できないんです。ということは、無効であるということが主張できないということはどうなります？ AB 間の売買は、まあ、実質的にまあ有効なものというふうに扱われざるを得なくなる。
そうすると C が所有権を取得することになるんですよね。でこのようにちょっと法律の用語というのはなるべく、ね、最初は大変なところではあるんだけど、この対抗することができないというのは権利や法律関係を主張できないという意味で使われます。ですから本件では通報虚偽表示の無効主張ができないという意味です。だからね、まだなんかね、最初の条文ではあるからあれだけど、やっぱ慣れるまではね、日本語とは思いきや、法律は条文読めば分かるじゃんと思いきや、結構外国語みたいなところありますから、そこはもうしっかりとルールを、まず学んでいきましょう。そうするとこの94条の規律っていうのは、まず前提としては A から B の通報虚偽表示は無効なんだけれども、この善意の第三者が現れた場合には通報虚偽表示の無効を対抗できなくなる。つまり A から C に対しては無効主張できません。したがって要するにこれは対抗することができないということね。ということになります。だからこの場合だったら A は所有権失います。でこれはどうしてかというと、このように ABC という形で、まあ、こういう契約関係というか経緯になっていると。で A と C が所有権を争っている立場なんですよね。A は私が所有者だ、つまりこの通報虚偽表示が無効であることを理由に私が所有者だって主張してるんですよ。で C はこの要するに AB 間の売買契約の有効性を前提に B から買ったんだって主張してるんだよ。ということはこの A と C っていうのはお互いに俺が所有者だって言い合ってる場面なんですよね。でその中でこの94条2項が適用されると A は C に対して無効主張できないわけでしょ。つまり自分が所有者だってことが主張できなくなっちゃうんです。でそうすると結果どうなるかっていうと、自分が所有者だって言えないっていうことは結局は C に所有権がその結果移転しちゃうというふうに考えられています。要は民法の問題ってのは基本誰と誰がぶつかってるかを見てください。この場合だったらあれは嘘だったんだから俺のもんだって話です。 A からすれば俺は嘘だったんだから俺のもんだっていう A と、それからいやいや俺 B から買ったんだから俺のもんだっていう C の、所有権をめぐる争いなんです。でこの所有権をめぐる争いを94条2項で解決しが出てるの。要は A は C に無効主張できないということは、まあ A は C には加点ということです。ですから従って A から C に所有権が確定的に移転します。つまり結局は A は負けるということですね。確定的に移転する、ちょっと最初各領域が大変だけど、結局イコール C が C が所有権を取得するというふうに考えられています。でこのように94条2項が適用されるときには、無効主張できない結果、A が所有権主張できないから C のもとに、所有権が移転して所有権 C を直接取得するというふうに一般的に考えられています。でこのように94条2項の規律っていうのは何でできてるかというと非常にシンプルなんです。A と C 比べたらどっちの方を保護すべきかっていうところに全てですからね。で94条2項っていうのはとにかくこの権利外観法理っていうものに基づいてるわけですね。でこの権利外観法理っていうのはどういうものかというと、これはおそらくはここでちょっとチェック入れておくと、まず3つあるんでね、今回 A に奇跡性があると、A に落ち度があって、そして、虚偽の外観があって、C の信頼があると。言ってみればこれはさ、A と C だったらやっぱり A の方が保護すべきだっていうね。あ、ごめん、そんなわけないね。C だね。A と C だったら C の方を保護すべきだ。ちょっと汚くてください。A と C だったらやっぱり C の方を保護すべきだっていうそういう価値判断から出てきてるわけです。で一般的にはこれは民法でしっかり押さえてほしいのがこのような、なんか権利外観法理と言われていて、要するに虚偽の外観が作られていると、言ってみればこれは B の、B が所有者であるかのような外観ができていて、でそれで、A つまりこれは本人です。本人に奇跡性があって、そして C、これ第三者ですね。
まあ、第三者に信頼が生じているということであれば、当然これは A と C なら C を保護すべきである。つまりこの場合には、A の犠牲のもとで C の信頼を保護すべきだというのがこの権利外観法理というものです。ちなみにチェックシートでもこれ一発目でこれを多分聞いてると思うので、これは94条2項の立法趣旨っていうのでしっかりと言えるようにしておいてください。この94条2項に関してはなんでこういうふうなルールになっているかというと、要するに落ち度のある、例えばわざわざ通報虚偽表示やってんだよね、その通報虚偽表示をやってるっていう落ち度のある本人と、それから虚偽の外観を信じた C 第三者だったらどっちを保護すべきかって言ったら、やっぱりそれは A が所有権を失ってもやむを得ないんですよ。それはやっぱり C の信頼を保護するということになる。そうするとこれは何かというとC の信じた通りにするってことなんです。そのこの3つの要件ね、その本人に奇跡性があって虚偽の外観があって第三者が信じたという状況があれば、それは C の信じた通りの権利を認めるべきだというのがこの権利外観法理なんです。でこの94条2項はそれが現れた条文ということです。だからまあこれは当然のごとく、これは取引の安全ですよ。取引安全の要請から導けるということになります。ちょっとまあ閣僚が多くて恐縮ですけれども、まあ、大体このあたりのところをまあイメージしておくといいかなと思います。でちなみにですけれども、この94条2項の条文っていうのは権利外観法理って言いましたが、これから民法を勉強するときにこの手の条文ものすごいたくさん出てきます。でその時に、あ、これ権利外観法理だよねっていう形ですっと入ってくるっていうのが、まあ、結構重要だったりするので、まず今日の1回目の、まあ、この94条2項で、まあ、こうやって本人に落ち度があって虚偽の外観があって第三者が信頼するような場合には、まあ、C の信じた通りの権利関係を認めるべきだっていう考え方があるというのは、まあ、しっかりと押さえておきましょう。で、ちなみにですけれども、この94条2項っていうのはその通報虚偽表示の場合というのが規定されているわけだけど、ちょっと話を戻して心理留保だった場合に相手方が悪意誘拐してだった場合無効になりますよね。いいですね。 A さんが心理留保やっていて B さんが悪意誘拐室で、この時には93条1項正し書きで、無効になりますよね。でその無効な状態の中で第三者が現れたっていう場合どうでしょうか。94条2項と全く同じ関係に立ちますよね。つまり A さんが心理留保、 B さんがそれを知っている悪意誘拐室の状況で無効になっている。で無効になっている状態で C さんが B さんから物を買いに来た。でこの時に A さんは無効主張できますかって話です。でそうなってくると結局はこのさっき言った通りですが、この94条のまあ状況とこの93条1項正し書きの状況、つまり A さんが心理療法やっていて B さんが悪意誘拐室で状況は基本的にはまあ類似する状況ですよね。でそうするとやっぱり A の落ち度ってやっぱ同じようなもんでしょ。とすると実はね、この93条は続きがあって93条にも2項があるんです。これは94条2項と全く同じ条文ってことになります。つまり94条2項ってのは通報している場合でしょ。で93条の場合は、まあ、言ってみればこれですわ。この無効の場合善意の第三者対抗できないってことですが、まあ、94条2項と同趣旨です。どういうことかっていうと A が、まあ、これマルシーにするね、心理留保で B が A さんいなどっか A がいなかった悪意と、まあ、こういう状況ですね。まあ、A が心理留保で B が悪意になっている。そうするとこれっていうのは93条1項正し書きで最初のね1ページだけは結構書くんですよ。だいたい少し 2,3 ページまでいくとね閣僚はそんな多くないんですが、ちょっとこの1ページ目だけと閣僚が多くなっちゃうんですが、まあ無効の場合ってのはこうですよね。 A さんが心理留保で相手方悪意っていうこの状況で C がこう買い受けたっていうことです。でこの時には93条2項という条文があるんだけど94条2項と全く同じ処理をすることになりますので、ここはもう94条2項が分かっていれば全く同じと考えていいです。
A が心理療法を行って B が悪意で、そうすると無効ですよね。これね、お互いに保護する人がいませんから、まあ、保護すべき人がいませんから無効なんだけど、そこからまあ買い受けちゃった C みたいのが現れた場合には、この C との関係では94条2項と全く同じ処理をします。善意の第三者ですね。93条2項の場合で、94条2項と同じ処理になるということになりますので、ここの部分はですね、少し条文のルールということになりますので、ある程度頭の中にしっかり入れちゃってください。ではですね、ここまでが94条の2項の話のルールなんですが、特に重要なのが次のところなんですね。まあ、少し事例問題集使いながらいきますが、少し講義メモから離れつつ、事例問題集も見ていきますが、特に、いくつか飛ばしながらやっていくところもありますけれども、このね、この94条2項に関しては次々ね、譲渡が重なるってことがあるんですよ。まあ、例えばこの、絵ってやつを見ていくと、第三者からの転得者っていうやつが一応こう書いてあるわけですが、A から B で通貌虚偽表示がなされて、で、C に売られて D に売られたみたいな形で、次々こういう形で転々譲渡がされるってことがあります。で、これは一般的に転々譲渡と呼ばれていて、いいですね。一応ちょっと例として挙げますけれども、問題となるのは AB 間で通貌虚偽表示がなされている。で、 C が、ここにちょっと書いてみましょうかね。で、慣れてくると大体こうやって94条1項とか、こう書けばなんか通貌虚偽表示やってるなみたいになりますよね。レジュメント2ページ目になりますかね。2ページ目の真ん中辺にある A ってやつですけど、例えば AB 間で通貌虚偽表示がなされていて、はい、C が悪意でした。これ×の悪意で、この時には、この人は善意の第三者に当たりませんよね。で、その後に C が D に対して打って、 D が善意だったとします。で、この場合どういうふうになるかっていうと、一般的にはこの D を保護する必要性変わらないですよね。言ってみれば、先ほどの権利外観法理みたいなのをイメージすると、結局 A が通貌虚偽表示やっていて、 C は悪意だったとしても、次の人が D が善意だったという場合であれば、結局は D 保護の必要性変わりませんので、これはしっかり結論だけ押さえてください。この場合 D は第三者に含まれます。このように次々受け取る人のことを転得者って言ったりするんですが、一応ここにあるけど、第三者からの転得者は、このように第三者に含まれるってことになります。したがってこの D っていうのは、94条2項で保護されることになります。ここはちょっと複雑な内容もちょっとあるんだけど、結局さ、 A と D の利害対立ってそんな変わってないでしょ。別に間に C が入ってたとしてもね、その D を保護する必要性っていうのは変わりませんから、そうすればこの D も、第三者に含まれて94条2項で保護されるということになります。で、じゃあ今度はこれはどうでしょうか。 AB 間で通貌虚偽表示がなされていて、 C が善意でした。で、 C が善意で D が悪意、この時 D は所有権得られるでしょうかという問題です。もらえるのかねという話なんですけどね。結論からするとですね、これぜひ覚えておいてください。D はこれ所有権得られます。通常どうしてかというと、これは民法の学習するときにぜひ頭に入れといてほしいのは、この上のケースっていうのは、C が悪意者なんだけれども、とりあえず D は保護すべきだってことから丸ってやったんだけど、じゃあ D だってんじゃ今度はこいつは何なんだって話になるんだけど、一回 C が現れると、ここでこの人が94条2項の第三者になります。いいですね。で、94条2項の第三者に当たるということは、端的に C が所有者になるんです。いいですね。つまりここで94条2項の第三者がなります。 C はということは、 C が確定的に所有権を取得しますということは、 D は C から所有権を普通に得ただけです。
だからこの人が悪意かどうかということは全く関係ありません。で、民法ではこのような考え方ってすごいよく出てくるんです。一般的には、ね、絶対的公正と言われていて、一人でも、ね、保護される人が現れたら、ここで確定的に C は所有権を取得します。で、そうすると結局 D が悪意であっても所有権は D に移って D は保護されるんですよ。で、こういうのをね、まあ、これから勉強するけれども、まあ、承継取得というんですよ。確定的に C がもうこの94条2項の第三者に当たってますから、これ丸ってことですね。確定的に94条2項の第三者に当たっていれば、その人がまず確定的な所有者なんです。そうすれば D は悪意だろうが何だろうが C から普通に所有権を買ってるんで、所有者から買ったってことです。ただ、ということは所有者から買ったんだから当然に D は所有者でしょっていう、そういう話になります。ですから、このようなものを、まあ、ちょっと次の、講義メモのところじゃなくて、事例問題でやりますけれども、こういうものを、ね、絶対的公正って呼んだりします。絶対的公正と呼んでいて、一人でも現れたらここで権利関係をフィックスするんです。どうしてかっていうのもね、これからやっていきますが、入門の1回目だったら法律関係の早期安定っていう観点を押さえておくといい。要はちょっとこれは事例問題集でもやりますけれども、法律関係の早期安定っていう観点なんですよ。もし仮にこれさ、この人が権利得られないっていうことになるとどうなります？C さんならまだいいや、 C さん D さんぐらいならいいけど、 C さん D さん E さん F さんっていうふうにものすごい数点々譲渡が続いて、最後の最後の人が悪意だったら A は取り返せることになっちゃうでしょ。それは明らかに法律関係おかしくなるのよ。まあ言ってみれば、これこの人が D が保護されないってなっちゃうと D は A から取り返されちゃいますから、いいよね、対抗できちゃうんだから。そうすると結局後々になって一人でも悪意者が現れたっていうことになっちゃうと、結局 A が D に取り返すことになっちゃう。そうするともう法律関係がものすごい混乱しちゃうので、一人でも保護されるものが現れたら、それでもう権利関係をフィックスさせちゃおうっていうのが、もう民法のなんか根底的な考え方がある。で、そうするとね、ちょっと事例問題集の方にいきましょうか。事例解説中でこの問題ちょっと並べたんですが、まあ、こういうケースなんですね。AB 間で、土地の仮想譲渡が行われていて、だからここが94条1項です、まあ、ここはもうさっといけるかな。そして、94条の、仮想譲渡が行われていて、そして B から C、C から D へと点々譲渡しているという、まあ、事例問題集の解説中の方の1ページになりますが、まあ、このような感じで A から B で譲渡がこう行われています。で、ぜひ押さえておいてほしいのは、このように譲渡が次々とこう重なっていくことを点々譲渡って呼んでます。で、このような点々譲渡が行われていて、まあ、今回は C が善意だったが D が悪意だったっていうケースです。C が善意だけど D が悪意だったっていうケースで、この場合にはもう結論するとこの絶対的公正って形になりますから、まあ、この段階で権利関係がフィックスします。まあ、さっきと同じですね。つまり絶対的公正を取りますから、C がこれによって、この絶対的公正によって、確定的に C が所有権を得る。ということは D っていうのは、結局この確定的に所有権を得るから、まあ、D も、まあ、OK と、C から承継取得します。まあ、承継取得っていうのは所有権を C からそのまんま得られるよってことです。だからこの人がもう確定的に所有者になりますから、そうすると、まあ、この人が悪意であったとしても良いということになります。で、理由はいくつかあるんだけれども、入門の段階だとやっぱりここですね。その法律関係の安定というのが一番大きいです。法律関係の早期確定の安定の要請というのが一番大きいということになります。まあ、一応まあ理由としては様々あって、全部覚えていく必要ないからね。最初の段階で一番重要なのやっておけよ。その、まあ、一応一つ目の理由としては、まあ、この転得者である D っていうのは C の地位を承継、C の地位を主張することもできるよねっていうことが、まあ、一つあるけれども、やっぱり一番大きいのはこれです。法律関係の早期安定のために一人でも確定するんだったら、そこでもうフィックスすると、一回 C が所有者になるんだっていうことなんですね。
で、あともう一つちょっとこれは難しいかもしれないんで後々でもいいです。ただちょっと気になる人向けに説明します。これもし D が権利取得できないということであれば A から取り返されちゃいますよね。 A 取り返してきますよね。もし仮にこれを絶対的公正を取らなかったら A は D に対して返せっていうことで D は取り上げてきます。でもしこれで D が A から取り上げられてしまうとどうなるかというと、まあ、D が所有権取得できないだけではなくて通常この CD 間で債務不履行の問題が出てくるんですよ。つまり CD の売買契約で結局 D は C に対して通常損害賠償してきます。だって買ったはいいけど所有権得られなかったんだからですよね。まあ、例えばもし仮に D がこれ所有権を得られないと所有権を得られないという結論になっちゃうと、まあ、D は A から取り上げられちゃうということになるからそうすると CD の売買契約で C は D に対して所有権を得られないようなものを売ったということになりますからもう C と D との間でおそらく損害賠償として C は請求されちゃうんですよ。でそうすると善意の C がこう損害賠償を受けるという結果になっちゃうわけですよ。それは明らかに妥当ではないよねと、まあ、いうのが一つ理由としてあります。まあ、ここに書いてあるのはそういうことなんですね。有効に権利 D が権利取得できないということになると、まあ、悪意の転得者である D っていうのは、まあ、真の権利者から追奪される、つまり持ってかれちゃいます。その結果として CD 間の債務不履行の問題になっちゃって、まあ、これ結局 D は C に対して損害賠償請求します。まあ、言い換えれば C が責任追及されることになって、まあ、なんかおかしいよねっていうことになっちゃうということですね。なので一応判例はこの絶対的公正というのを取ってますので、まあしっかりここは押さえておいてください。でその上でじゃあ絶対的公正を取るとして1個でもね、これはちょっと応用です。あの1回目の講義だと、ちょっと難しいかもしれないんだけれども、ただ一つこの問題は少し批判はあるのよ。判例はあの判例立場はじゃあ例えば皆さんが D の立場に立ってみましょうか。じゃあ AB 間で通報協議表示やってますよね。AB 間で通報協議表示やってる。で D さんは悪意です。自分が直接買いに行ったら所有権得られないよね。例えばこの AB で通報協議書やってる。でそれを知ってて D は買いに行って、もし D が買っても善意の第三者じゃないから D は保護されませんよね。なのでじゃあどうするかっていうと D はこういうことやるんですよ。何も知らない C さん呼んでくるんです。あの自分が買っちゃうと結局はこの通報協議表示から直接 D が買えばこの人悪意者だから権利得られないでしょ。だから何も知らない C さん呼んできて、ちょっと B さんから買ってきて、で買ってきてもらっちゃうんですよ。で買ってきてもらって C さんから買えばこの人保護されちゃうんだよね。ということはあの言ってみれば D が脱法行為として使えちゃうんですよ。まあちょっとこれはあのメモ程度になるけど、要は AB 間で例えば通報虚偽表示になっていて D は悪意者だから直接買っても権利は得られないじゃん。いいよね。あ、ごめんなさい。こういうこと、通報虚偽表示で D さんは直接買いに行ったら、この人は悪意者ですから権利取得できないわけですよ。悪意だったら。ということは D さんとしてはこれは何も知らない C さんを間に入れてしまえと、 C さんを間に挟ん でこの人全員でこういう形で買えば D は権利取得できちゃうんです。とするとこのような藁人形って一般的に言われてるんですよ。間にこういう善意者を間にパンと藁人形を入れることで、ここで絶対的公正させて、本来だったら直接手に入れられないのを権利取得できるっていう悪用を許しちゃうんだっていう批判があるんです。で、よくこれ結構有力な批判で、まあここの理由にもあるけれども、まあ悪意者が藁人形を介在させ、善意者ね、善意者である藁人形っていうのを、これ藁人形はちなみにあの、なんか一般的に学説的に言われる言葉なんですよ。その善意者を間に挟んで、まあ、なんとかこうやって自分が手に入れちゃうみたいな、まあ、こういうことをできちゃうんだというような批判はあるので、判例に対する批判というのはちょっと押さえておくといい。じゃあどうする？これはちなみに学習が進んできたらやるけれども、こういうふうなことはやっぱり許すべきではないので、一般的にこういう藁人形みたいのがあったときには、この権利乱用というね、まあ、1回目でもちょっとやるけど、審議則ってやつです。その権利乱用だから許さないといって D の権利取得を否定するっていうのが一般的です。まあ、この審議則とか権利乱用っていうのは民法の一番最初なんだけど、あの民法の1条3項にあるのよ。権利の乱用はこれを許さないって1条3項にあるのよ。でこのような藁人形を介在させる場合はやっぱり D を保護すべきではないってことになるので、まあ、例えば例としてはこの場合はD の権利乱用と、これは
ごめんなさい、1条3項ですね。1条3項、この場合 D の権利乱用、まあ、いわゆる新規則みたいなもんです。だからまあ絶対的公正を取ればこうやってまあ一応権利乱用で排斥できるよね、ということです、まあ、まあ批判としてはこの藁人形を介在させちゃって不当に利益を受ける恐れがあるけれども、まあ、そういう場合にはですね、これはだから批判に対する反論です。批判に対する反論として、まあこういうものがあったら D の権利乱用だからということで、D が権利取得することを否定すればいいんだというふうに一般的に言われています。でここまでまずね、その事例問題ということでちょっとまあ、あのやってみたけれども、この手のものは少しあの前半もあとちょっとあるんで、そのささっと何問かやってみます。そんなに時間かかんない。あの一応こういうふうな形で転得者の問題というのをやったんだけれども、少しね事例で言うとね、2、3っていう2つあるんですが、ちょっとまあ民法の権利関係の練習だと思って、初めて聞くこともあるんだけれども、ちょっとやってみましょう。まあ、このような事例です。 AB 間の虚偽表示があります。で AB 間で虚偽表示があって、B の所有であるかのような外観を有し、かつ登記名義も B になっている土地があります。でこの土地の登記っていうのは、まあ、まだあのこれから、ね、勉強するとあれなんですが、登記っていうのは誰が所有者なのかっていうのを表示するようなものなんですね。ですから例えば不動産の登記っていうのを見に行くと、一応所有者が誰なのかみたいなのが書いてあるんです。でそうするとこの登記名義っていうのがあると、やっぱりその人が所有者っていうふうに、まあ、そんな外観ができるんです。で、まあ、実際に今回の問題は AB 間で虚偽表示があります、まあ、ここにもう図書いてあるけれども、ちょっとまあちょっと下の方にも改めて書きますけど、まあ、AB 間で虚偽表示がなされていて、 B が登記取ってる。で最初のうちはね、なんとなくあの図も自分で書くといいよ。あのこんな感じで、まあ、AB 間で虚偽表示がなされていて、で虚偽表示がなされていて、まあ、B であるかのような外観を有し、かつ登記名義が B になってます。でこの時に B から C へと転売された、まあ、ここまでいいですね。で問題文としては、 C は善意であるということを前提にしましょう。善意の C ですから、まあ、一応善意の第三者である C に転売されています。でただ転売されてるんだけど、真の所有者である A は、一応 A は所有者ですからね、最初はね、A が所有者で AB 間で通報虚偽表示がある。でそして B 名義に登記がある。でこれで B が C に売っちゃったと。 でも考えたら A は所有者だから A が D に売っちゃったと、はい、この時、まあ、A が所有者ではないことは間違いないよね。A が所有者でないことは間違いないよね、ではあるけれども、はい、所有者は C でしょうか D でしょうかっていう問題です。でここであの覚えておくといいのは、あのね、対抗関係ってやつなんです。あのまだこれから先勉強するんで、あの詳しい話は後でやるんだけれども、まあ、初めてやる場合にはまずはこの二重譲渡型っていうふうに押さえておいてください。最初のうちはもうちょっと細かい話は後々やるけれども、例えばこの事例っていうのは C が94条2項で保護されるということは、結局この C っていうのは94条2項で A が A から所有権直接に取得するよね。いいよね、94条2項の第三者に当たるんだったら A は C に対して無効主張できませんから、無効主張できない結果として A は C に対して、あ、無効主張できないから C は A から直接に所有権を得ます。でその一方で A は D に対して売っちゃってますよね。売っちゃってますよね。でこのような状況になっている場合は、一般的にはこういうふうに、まあ、ある人を起点として、まあ、こういうふうにあの二重に売ってしまうのを一般的に二重譲渡と呼んでいます。で二重譲渡になった時っていうのは一応ルールがあるんですよ。で、まあ、ちょっと詳しい話はまたね、あの物件でやりますけれども、すごいざっくり言うと、この対抗関係に立っている時には177条という規定で、まあ、登記をしなければ第三者は対抗できないと。つまり C と D っていうのはお互いに所有権を主張し合う関係なんですよ。私が所有者だ、私が所有者だって形で、C は A から所有権を得た、私も A から所有権を得たということで、 C と D がそれぞれ自らの所有権だって主張し合う関係にある。でこのように、この自らの所有権を主張し合うような関係を、まあ、対抗関係っていうふうに言っているんですね。
でこの自らの権利関係が相入れない権利関係をお互いに主張し合っている状態が対抗関係 でこの時には C も D も登記を取らなかったら自分の権利を主張し合えないということが177条である。つまり登記を取っていないと C は D に対して私は所有者だというふうに権利主張できない。で D も登記を取らなければ C に権利主張できないという関係がある。でこれをまあ対抗関係と呼んでるんです。ということは言い換えれば対抗関係に立っているときはどっちが先に登記取るかです。例えば C が登記を取れば C は D に対して自分が所有者だって言えるでしょ。で D は言えないじゃん。ということはそういう関係に立てば確定的に C が所有権を取得してその効果として D は所有権を喪失完全に得られなくなるという関係に立つんです。でこのように C と D との関係が、まあ、いわゆる対抗関係と呼ばれるもので、お互いにまあこういうふうに二重譲渡のような関係に立っている場合にはこの対抗関係と呼ばれます。で、まあ、理由としても先ほど触れている形ですけれども、94条2項が適用されると、まあ、所有権は A から C へと直接に取得すると、つまり A から C へこういう形で、直接取得することになります。そうすると結局はここです、A は CD へと二重譲渡されたことなんですよ。つまりこの94条2項で A から C に行きました、A から D に売りました。とするとこの2つっていうのは177条ですから、まあ、本当はすごい細かあのきちっとやるともうちょっと細かい話になるけど今日は便宜上先に登記取った方が勝ちってことにしましょうかね。言葉としては、177条なんで、ごめんなさい、優先で書くとおかしいからごめんなさい、ちょっと直します、先に登記を備えた方が取得することになります。で、まあ、今日1回目の民法はもう一問同じようなことをやるけれども、あの図を書いて考えていくっていう、まあ、習慣っていうイメージだと思ってください。あの一般的には94条2項が適用される場面っていうのは点々譲渡型なんです。その A から B、 B から C、 C から D みたいな、まさに先ほどの1番の事例とかね、あのちょっと写しますけど 2ページやったようにこれで、まあ、次々と譲渡されているっていう場合にはこの94条2項の問題になっていますが、その二重譲渡型の場合には177条の問題なんです。いいね。これはもうなんか最初のうちは違和感感じるかもしれないけれども、あの慣れてくるとあのなんでかっていう理屈付けも含めてだんだん分かってくるので、まずは最初はねこれをそうだって一回ストンとしないと進まないので、一応ここはね94条2項の適用場面は主にこの前種公種の関係ですね。この A から B、 B から C、 C から D みたいな感じで点々譲渡がなされるような場合は94条2項の問題として考えられることが多いです。でそれに対してこの二重譲渡型ですね、この場合には177条の問題として登記の前後で消してくるということは押さえておいてください。ではじゃあこの問題どうですか。ちょっとこれだけやっちゃいますけれども、 A、B 間の虚偽表示で B が所有であるかのような外観があります。なんか知らないけど、まあ、B が持ってるよっていうような外観があります。でじゃあこれをね B が C と D に二重譲渡としました。はい、もうなんとなく図が描けりゃいけるわね。もうここに図がまあ書いてあるわけですが、つまり AB 間でこういう形で通貌虚偽表示がなされている。で通貌虚偽表示がなされている中で B が、はい、C にも売りました、D にも売りました、はい、こういう状況で、それぞれ善意と、それぞれ善意ということになりますから、まあ、このだったらまあシンプルだよね。お互いこの人は94条2項で所有権を主張できる関係、この人も94条2項で所有権を主張できる関係ということは、まあ、言ってみれば AB 間で通貌虚偽表示があってその B に当たる人が C と D に二重譲渡をしているという状況であれば、 C も D もお互いに94条2項の第三者として所有権を主張できる関係、つまりお互いに所有権を主張し合う関係に立っているから、まあ、これもまあ対抗関係っぽいよね。まあ、対抗関係であるというのが見て取れると思います。でそうすると対抗関係に立つから、まあ、この場合にはやっぱり登記の前後というふうに考えていくと
いうことになります。いいですかね。でただね、最後にここだけさっとやるんだけど、結構ね気をつけなきゃいけない点が1点あって、これってなんか正確に言うとこうなんですよ。 AB 間で通報拒否表示がなされてるでしょ。で B が C に打って、 C が D に打ってる。でそれぞれが94条2項の第三者で、なんか B を起点とした二重上等のように見えるんだけど、これはまあちょっと応用なんで、正確には94条2項の第三者に当たるときは A から所有権を直接に得るんだよね。こういう関係ですね。 A から所有権を直接に得るという関係に立ちます。で D も94条2項の第三者に当たるから A からまあ所有権を直接に得るという関係なんですよ。なので起点はこの A を起点とした二重度です。なんか B を起点としてなんか矢印が動いてるから B を起点とした二重上等に見えるんだけれども、一応この94条2項の最初に言った通り、94条2項の第三者に当たるとされた場合、 A から直接に所有権が移転するって考えるんですよね。なので、まあ、通報拒否表示で無効なんだよね。 AB 間の通報拒否表示は無効だから、まあ、無効であって、で94条2項の第三者に当たるときには A は無効主張できない、無効主張できないから A から直接に所有権を得ると。で、まあ、D も同じです、まあ、D も、善意の第三者ならば A から直接に所有権を取る。それやっぱりまあ一応二重上等の関係ではあるんですよ。つまり要するに A から C に行くのか A から D に行くのかっていうね、A から C に行くのか A から D に行くのかっていう点が、まあ、言ってみればお互い対抗関係に立ってるってことです。だから結局ここっていうのは、まあ、同じで対抗関係で177条の問題になっているということです。ということは今登記どこにあります？今登記 B さんのところにポコンと置いてあります。 B さんのところに登記がポコンとあるから、まあ、C と D としては、まあ、できるだけ早く登記取れと、できるだけ早く登記を取らないといけないということになります。なので、ちょっとまあ講義メモの中では、まあ、どっちかというと講義メモで、触れていることでいうと、まあ、2ページのOです、まあ、94条2項についてはとにかく適用場面は94条2項は前種後種の関係、まあ、もしくは要するに点々上等型なんですよ。この94条2項が問題になるのは A から B、B から C、C から D みたいになっているときにはこの A みたいな話ですね。こういうときには94条2項の問題になります。なので前種後種の関係に立つ場合、まあ、言ってみれば点々上等ですね。まあ、こういうケースなわけです。94条2項になりそうかなという場面については、まあ、これ前種後種の関係に立つような場合になります。でそれに対して対抗関係っていうのは177条の問題になりますが、まあ、この対抗関係っていうのは、まあ、二重上等型ですね。まあ、二重上等型のような場合になります。ですからこういう時ですね、まあ、こういう場合には、まあ、どっちが先に登記取るのみたいな話になってくると。こういう場合ですね。まあ、言ってみればこの点々上等型の場合と、この二重上等型の場合っていうので、まあ、ちょっと処理の方法みたいなのをね、ここで一応頭に入れておくとより、まあ、すっきりするかなと思います。まあ、最初だからね、まあ、一応ここで前半ここまでということにいたしますが、まあ、最初なのでなんかまだね全体が分かって戻ってくるとっていうところもあるので、なかなかすっきりしないところとかも出てくるかもしれませんが、まずは、やったところをしっかり押さえておいてください。で一応ね講義メモなんかでは今の段階で1回目で触れてないところってあります。で触れてないところに関しては今の段階で、まあ、やらなくても必ずしも必要ないよねっていう問題です。最終的にはまあ戻ってきて、最終的にやっていけばいいよっていう問題については1周目では講義メモでもあえて外してますので、まあ、そこのところは復習の際にはあまりこだわらなくてよいです。言及してないところってありますからね。で一応2ページ今日の講義のところでまず前半ではこの、2ページ目のここの、おのところまでやりましたが、ちょっとまあ重要事例としてこれですね、これについて絵のところね、この善意、悪意でも OK という絶対的公正のところについては、
まあ、レジュメの資格1番ですね、あの事例問題集の資格1番に対応しているので、まあ、ちょっと触れておくとですね、資格1番に対応してますので、まあ、ここはまあちょっと復習しておくといいかなと思います。であとはこの上ですね、94条2項の第三者に当たる部分については、まあ、一応まあ例としてはこの転得者ですね、あの不動産の仮想譲り受け人から譲り受けたものっていう、まあ、この部分だけはやっておけばいいかなと。さっき言った典型的な例です、この第三者といった場合には、不動産の譲り受け人からさらに譲り受けたようなものっていうのが、まあ、94条2項の第三者の典型ですよという点で十分かと思います。であとはですね、この飛んでるところですね、このあたりの講義で説明していないようなところについては、まあ、復習する際もね、特に調べたりする必要は余力があったらまあやってもいいのかなって気がするけれども、まず一番最初ね、一旦ちょっと戻りますけれども、まあ、問題を解くにあたってはやっぱりあの全体をまあざっくりつかむっていうのが一番大切なので、まあ、講義の中でまだ触れていないところとか、まあ、講義メモで飛んでいるところっていうのは、まあ、後々になって戻ってきたりとか、まあ、明らかに有効だっていうものがあって、は結構飛ばしてます、例えばさっきの2ページ目の2行目とかだとさ、例えば抵当権の設定を受けたものとかね、債権譲り受け人って言って、まだその抵当権とか債権の譲り受けっていうのが何のことだっていうのが分からない段階で覚えても忘れちゃいますから、まあ、今の段階ではまだ学習しなくても、まあ、勉強進んだ後の段階でまあ戻ってくれば十分っていうものについては、あの講義の中では1週目ではね1回、飛んでいきますが、まあ、結局やりますんで、結局最終的には全部の24回の講義の中で、その部分というのは最終的にカバーされていくので、まずはそのやっているところをしっかりと、復習しておいていただければと思います。であとは講義メモの中で先ほど資格1みたいに書いているのがあったと思うんですが、まあ、1回目の講義なのでちょっと、一応講義上の一応あの点だけ言っておくと、まあ、声に書いている方の事例問題集に対応しているという意味です。あのなので、なんか資格1とかって書いてある場合には、あの事例問題集の資格1で出てくる問題ですよっていうことになりますので、なのでまあせっかくだから書いておくと、ここがまあ資格2、資格3です。この対抗関係に立つ場合は120、177条になるよなんて話ありましたけれども、まあ、このあたりのところはこの資格2、資格3あたりが、まあ対応しますということになりますから、まあ、一応メモっているときにはあの書くときと書かないときあるんだけど、あの、まあ、これリファーした方がいいよときは書きます。なんでその時にはまあ復習するときに講義メモ行って2番3番って書いてるときは、これ読んでるときに何だっけと思ったら2番3番見ればいいというね、そういう感じで使っていただければと思います。はい、ということで、一応前半ここまでといたしまして、ちょっと前半長めになりましたが、少し休憩挟んで、いきます。で後半は、今度はその94条2項の類推適用ですね、第1回の講義なんだけれども、まあ、全体構造編の中で、この94条2項の類推適用っていうのを少し、触れていますので、まあ、もう一回そこの部分の考え方みたいのを、確認してから、少しその94条2項についてはちょっと応用的な部分も含めて、まあ、入門段階で、学習していくことにいたします。はい、じゃあそれでは一旦ここで休憩いたします。じゃあそれではですね、引き続きですね、後半として、まあ、前半はですね93条の、この、心理留保で94条の通貌共有表示やりましたが、ここからは後半は94条2項の類推適用論っていうのを扱います。で94条の類推適用については、まあ、全体構造編の講義の中でも、まあ、一定程度触れてはいるんですが、ここで改めてもう一回、ここの重要事項を確認していきます。でまず、レジュメで言うとね、最初に4ページの方からいきます。レジュメで、ごめんなさい、レジュメじゃなくて、事例問題集ですね、4ページの方をちょっと見ていきますが、まず、この、まあ、事例としてはこういう事例なんですね。A が税金対策として自己所有の建物を息子の B 名義で、まあ、保存登記、まあ、登記ですよね、勝手に登記していたわけです。でそうしたところを B が勝手にこれを C に処分してしまったという事例にしましょう。であの C は一応もう善意であるということを前提にちょっとしてしまいましょうかね。まあ、事例としてはこのような形で、まあ、A が税金対策の状態で自己所有の建物を B 名義で保存登記して放置しておいたところを B がしてしまった。じゃあちょっと事例図をすごいざっくり書いちゃうとこんな感じですよね。まあ、A が、まあ、B との間で、まあ、A が所有者なんですよ。で A が所有者なんだけれども B が勝手に、これは A が勝手に登記してるんですね。A が勝手に登記しているところを、まあ、B としてはやったと思って勝手に売ってしまったと。でこの時のまあ権利関係というのはまあこういう状況ですよね。でこのような状況下で、まあ、誰が所有者かといったら、まあ、一応 A が所有者なんだけれども C は所有権得られるでしょうか、という問題なんですね。でまず大前提として、
登記があったからといって別に C が所有者になることは原則ありません。登記っていうのはあくまでもこれは公示といって誰が権利者なのかっていうのをただ単にその表示しているだけでそれが本当かどうかっていうことまでは担保されていません。ですから例えば B が所有者だって登記があったとしてもそれをもって C が所有者だってことはないんですよ。あくまでもその登記っていうのは誰が所有者なのかっていうことをただ示しているような、まあ、表示に過ぎませんので、例えばこの場合 C が、まあ、ここですね、 C が B から買ったとしても、B は無権利者です。いいですね、所有者は A ですから無権利者から買っただけなので、C は所有権を原則としては取得できません。でただね、所有権取得できないんだけれどもこの場合 C っていうのは B の登記を信じて取引関係に入ったわけよ。で実際にはね、まあ、B は無権利者だったわけだけれどもそのような虚偽の外観を信じて、取引関係に入ってきたものに権利取らせないというのはやはり取引の安全の観点からは妥当ではないだろうと。でそうすると、まあ、なんとなく状況としては94条2項に似てる場面ではあるわけです。ですが、この事例というのは94条2項は使えないよね。なぜかというと94条2項の条文を見ると94条では、相手方と通じてした虚偽の意思表示であることが必要ですよね。でそうするとこの問題というのは事例ちょっと戻ると、まあ、どこかな、A は税金として自己所有の建物を息子の B 名義で保存しておいたってことは、まあ、言ってみればこれ AB 間に通謀ないんですよ。AB 間というのは通謀がないんですね。であとはもうちょっと言うと今までのやつみたいに売ります買いますみたいな一般的な意思表示がないんですよね。しかもその通謀虚偽表示に言われるような、まあ、端的に言えば AB 間で通謀もなければその AB 間の間で意思表示はなくてただ単に登記がされているだけっていう状態ですよね。 B 名義の登記が勝手に置かれているっていう状態だとそもそもここっていうのは通謀がないんです。ということはそもそも94条2項の要件満たしてないんですよ。94条の94条1項かな、厳密に言うと94条1項とか94条2項の要件を満たしていませんから結局はね直接適用はできないんですね。ということは今までのように94条2項を適用して C を保護するということはちょっと難しいわけです。でただ、まあ、民法ではこのように94条2項に限らず条文が直接適用できなかったとしても条文の趣旨が当てはまる場合ね、その条文の趣旨が当てはまる場合にはその趣旨に適合するような場合に限りますけれどもその場合にはその類推適用といってその同じ効果を認めても良いという考え方があるんですね。でこの類推適用というのはもう特に重要なところでやっておくとまず直接適用ができないことはまず言います。ですから本件では、まあ、最初にちょっとやっちゃうけれどもここです。本事例では、まあ、登記は意思表示ではないはちょっと一回置いといて、まあ、一番大きいの通謀ないんですよ。勝手に A がやってると、その本事例では通謀がないという点で94条2項の直接適用はできないんですよ。だから C を保護するためには94条2項をそのまま使うことはできない。でただしこの94条2項の趣旨って何でしたっけ。94条2項の趣旨は権利外観法理ですよね。本人の既責性のもとに虚偽の外観が作られて第三者が信じたという状況があれば本人の犠牲のもとで第三者に権利取得を信じた通りに認めるべきだっていうそういうものでしょ。まあ、上にちょっとシュッと上がりますけれども、この権利外観法理もう一回確認しましょう。虚偽の外観があって本人の既責性があって第三者の信頼があれば、まあ、取引安全の観点から第三者を保護しましょうという考え方です。でこの権利外観法理っていうものが当てはまるのであれば同じ効果を求めて良いだろうというのが類推適用になります。ということはえっと、論文の書き方っていうのはまだね、民法の1回目だけどこういう時に書くときに類推適用の示し方っていうのは意識してください。なぜ直接適用できないかということをまず言います。でその後にじゃあこの類推適用したい条文の趣旨を示します。権利外観法理だね。でその趣旨が本事例に当てはまることを示す。
つまり虚偽の外観、本人の奇跡性、第三者の信頼というこの趣旨がこの事例では直接適用できないけど当てはまることを示す。で、当てはまるのであれば直接適用はできないけれども類推適用として同じ効果、つまり C による権利取得を認めようということをやっていけばいいんです。じゃあ本件ではどうなるかというとこんな感じなんですよ。まあ、虚偽の外観、まあ、B 名義の登記がこれ虚偽の外観ですよね。で、本人である A の奇跡性、まあ、これは大きいですよね。勝手にやってますからね。まあ、A が勝手に虚偽の外観を作っているということは A に落ち度はあります。そして第三者の信頼というのは、これは、ね、C は B 名義の登記を信頼して取引をしています。とするとその94条2項が直接適用できる場面ではないけれども、まあ、このように本文ではその虚偽の外観、本人の奇跡性、第三者の信頼というそういう、まあ94条2項の趣旨が当てはまる。で、このように94条2項の趣旨が当てはまることを類推の基礎って言います。ですから本件ではこれは類推の基礎があるんだっていうふうに言うんです。で、類推の基礎がある場合には同じ効果を認める。つまり処分時に C が善意であれば A は虚偽登記をもって C に対抗することはできず、結果 C が所有権を、まあ、A から確定的に取得するという法的効果を認めればいい。で、これが94条2項の類推適用論ってやつなんですね。で、まずは民法の本当に1回目の講義で初めて民法を触るっていう方を前提としてますから、まず条文に出発点がありますから、まず条文見て94使えないってところ入ってください。で、使えないけどなんとかなんねえかと、じゃあ94条2項の趣旨って何かってことを示して、その趣旨が本文で当てはまる、だから同じ効果にするっていうことを思考として持っていく。そうすると結局こういうことなのよ。もうこのパターンはパターンって言っていけないんだけど、まず直接適用はできません。じゃあ94条2項の趣旨は何か、趣旨が当てはまるか、趣旨がいいか当てはまるかと、まあ、この順番です。で、当てはまるのであれば点点点、ああごめんなさい、類推上 G なんとかいけるかな、なんとかいけるかな、その場合には類推適用でいくと、できるのであれば類推適用ということになってくる。いいですね。そうすると、まあ、この問題であれば直接適用できない理由、これと直接適用できない理由も含めてね、で94条2項の趣旨、これが権利外観法理を書く。で、本文で趣旨が当てはまるかというのは、これは具体的な事例に当てはめると。本件ではここっていうのは、ということですね。具体的な事例を検討して、類推適用 OK だという結論を見ていけばいいということになります。で、実際のこの本文で当てはまるかどうかということについては、先ほど触れた通り、問題文の考え方のところにありますので、まあ、こういう形で、まあ、書ければいいということです。まあ、実際に書き始めるのはね、答案を書いてみるというのはもうちょっと先になるかもしれないけれども、まあ、実際その時考え方さえ分かっていればすごい楽なので、一応しっかりと、あ、そういう感じでやるのねということは意識してみてください。ではね、ちょっと話をもう一個進めます。じゃあこのようなパターン以外にも、じゃあ類推適用はできるパターンが意外とあるんです。要は本人に奇跡性があって虚偽の外観があって第三者が信じたのであれば、やっぱりそれは94条2項の類推の基礎あるので、例えばこの4の問題ではなくて、次にちょっと5の問題見てもらっていい？5の問題っていうのはこれはどうでしょう。 B は A に内緒で A 所有の公土地の名義を勝手に A から B に変えています。今度はどこが違うかっていうと B がやってますね。つまり B の側が勝手に A 所有の土地の名義を A から B に変更しています。で、 A は土地の名義が B に変更されたってことは気づいたんですよ。なんか勝手に移されてるっていう気づいたわけです。気づいたんだけれども長期間放置しています。ちなみにこれね、判例の事案だともう2年間とか相当な期間放置してます。まあ、実際に A としては土地の名義が勝手に変わってることに気づいてたんだけれども、登記名義を自分のところに回復することなく長期間に放置していた。そうしたところ B はこれを勝手に売ってしまったという事例です。じゃあこの事例同じように直接適用できないのはいいですよ。で、これ今回だから C が所有権取得できるかですよ。C が所有権取得できるかです。で、この時やっぱりこれは直接適用はできないよね。 C が所有権取得できるかについては AB 間に通報はありませんから、
これは所有権取得できません。でただ本人の既責性、虚偽の外観、第三者の信頼があるのであれば類推適用して良さそうだ。じゃあ虚偽の外観はありそうですよね。 B 名義の登記が勝手に言ってます。いいですね、勝手に B 名義の登記になってます。そして第三者も C も信頼してるんでしょうね、おそらくね。問題なのは A の既責性、これ今回 B が勝手にやってるんですよ。でこの時に A に既責性があったかと言えるのかどうかということなんですが、まあでもこれ読んでてまあそうだろうなってことが分かればいい。ポイントはここではね、長時間放置だよね。これ考えてみたら要するに黙認してますよね。つまりこのような不実登記を黙認していれば、これは完全に自分で写してるのと同じことです。ですね、ということはその登記名義が移っていることを知りながら長期的に放置しているのであれば、結局 A が自分の意思で B に移しているのと基本的には同じだけの落ち度があるよね。特に登記っていうのは、これからまあ民法の勉強してるとあれなんだけど、あの登記が人のところにあるって非常に危険なんですよ。勝手にこういうことやられちゃいますから。なのでもう自分のところに登記がないって分かったらすぐ移せなんですよね。にもかかわらずこれ長期間放置してるってことは結局自分で移しているのと同じなんですよ。結局これ長期間放置しているという状況ですよね。ということは A が同じだけの既責性があるだろうということになります。ということはやっぱりこれは結論として類推適用を認めていいんじゃねえっていうことです。いいですね、で判例もですね、これ判例、まあ、裁判所のね、同じような事件で同じようなこと言ってんの、まあ、他人が不実登記作ったで真実の権利者が、他人名義の登記の存在を知っても明示または目次に、承諾していた。つまりこの他人名義の登記の存在を知ってもこの明示または目次に承認していたっていうね、まあ、ここですね。で本文では、まあ、目次的につまりはっきりと認めたってよいよとは言ってないけど、長期間の放置っていうのはこの目次の承認に当たります。長期間の放置というのはもうこれに当たります。でそうするとね、その同じような事件でやっぱり判例はこうやって言ってるのよ。ちょっと見てみましょうか。ちょっと必要なところだけ引っ張ります。不実の、まあ、ちょっと古い判例だから日本語が、ね、昔の言葉みたいになってるけど、不実の所有権移転登記の経由が所有者の知らない間に他人の先断によってされた場合でも、ここですね、所有者が不実登記のされていることを知りながらこれを存続せしめることを明示または目次に承認していたときは右94条2項類推適用するんだというですね。ですから、まあ、類推適用して善意の第三者に対して対抗することを得ないものと解するのが相当であると、まあ、いうことを言っています。で、まあ、理由としてはね、このように94条2項類推適用する理由としては下にも書かれてますが、やっぱりこれは不実登記が真実の所有者の承認のもとに存続しているってことです。だからこれは承認が事前か事後かでも変わらないでしょってことです。つまり、事前の承認だろうが事後の承認だろうが不実の登記がその承認のもとで作られてんだったら落ち度としては同じ落ち度だよということになるわけです。で一応この2つ目の事例をやったんだけれども、実はね、次の事例ともう1個の事例が重要です。ここまではやっぱり94条2項の類推論ってことで A の落ち度が極めて大きいケースです。 A が勝手に移しちゃった、B がやったのを長期間放置したといったように、まあ、言ってみればその A の既責性っていうのは極めて大きいんですよ。だけど次の2つは結構微妙なんです。で例えば6だったらね、はい、A は自己所有の建物を B 名義の仮登記にしておきました。で仮登記っていうのは、まあ、詳しくはこれは司法試験とか予備試験では聞かれないのであれですけど、要はね、仮に登記することなんですよ。本登記って言ってちゃんと登記するときは本登記っていう手続きがするんですよ。だけどそのまあ、言ってみればその本登記をする前の状態を仮登記っていうんです。 で A は仮登記にはしてたんです、勝手に。で仮登記にしてたんだけれども B がそれを見て仮登記から本登記に変えちゃって売っ払っちゃった。
という事例なんです。でこの事例っていうのは先ほどとの違いはどこかっていうと、確かに A には落ち度がある、で虚偽の外観作って第三者信頼みたいな話になってるけど、 A の落ち度って何かというと仮登記を作っただけですよね。本登記まで作ることこの人っていうのはやってないよね。つまり言ってみれば A、さっきのね4番とか5番っていうのは虚偽の外観を自分で作ってるんですよ全部。だけれども6の問題っていうのはあくまでもこの人の主観は仮登記だけなんですよ、虚偽の外観は。いいですよね。A は自己所有の登記を、自己所有の建物を B 名義の仮登記にしておいたわけだけれども、あくまでもこの仮登記というものは、までしか認めてない。でじゃあ実際作られた外観は何かって言ったら本登記にされているわけですよ。でそうするとこの、事例では少しこういう形になりますけれども、事案こうなんですよ。 A は B 名義の仮登記にしといて、で B が勝手に本登記に変えて、でそれでその上で売っちゃったという、事案です。でそうするとね、これは言ってみればですね、 A は A ね、 A の意思というのは仮登記までなんです。で実際に作られた外観は本登記なんです。とすると結局はね、見ていくと一致してないんですよ。つまり A の作ろうとしているものよりも勝手にその後 B が勝手に作られちゃったっていう状況なんですね。でこのような類型っていうのは A の落ち度っていうのは仮登記にするところには落ち度はあるけれども、勝手に本登記に知られちゃったということについては A は知らないうちにやられちゃってるんです。ということは、一般的にこういうのを意思外形非対応っていうんです、これはちょっと頭の中に入れておくというかな。意思外形非対応なんです。で、意思は今回やった通り A は仮登記で、作られてしまった外形は本登記でこの2つが一致していないようなケースっていうのは本人の奇跡性って、ごめんなさい、本人の奇跡性っていうのは類型的に大きくないんですよね。でもうちょっと事例としてはね、もう一個セットでやっちゃいますが、7番の事例もちょっと見てもらえますね。で7番はこういう事例だったんです。 A は B に言われるがままってやつね。7ページいきます。一回また戻ってきます。7ページではこんな事例で、ちなみに予備試験ではこれをベースにした問題が出てます。A は B に言われるがまま A 所有の公土地の登記済証や事故の印鑑登録証明書を渡すなどしていた。ちなみにこの事例ではですね、例えば A さんが高齢者だったりするんですね。で高齢者とかで、こういうさ登記済証とか印鑑証明書が持ってると危ないよみたいなことで B に言われるんですよ。やっぱり重要な書類でしょ。だからこの登記証とか印鑑証明書みたいのを家で持ってると、高齢者だから危ないよみたいな形で、A は B に言われるわけですよ。で B はそういうふうに言って A から預かるんです。で A が預かるんだけど B ってのはもともとそれを悪用するために言ってるんです。で悪用するために、おじいちゃん騙しておじいちゃんの登記済証とか印鑑証明書を預かって何やったかって言ったら A の土地を B に移転しちゃったんですよね。この辺の書類があると大体勝手に登記移せますから、言ってみれば A としては登記を移転させるなんて気持ちは全くないんだけど、 B にホイ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 書類渡しちゃったわけですよ。で B にホイホイ書類渡したらもう B としてはよしもらったっつって、A の登記を B に移して、でその上でさらに C に売却するというね、こういうことをやってしまった。でこの時に A の落ち度って大きいですかね。あまり大きくないでしょ。だって A としては虚偽の外観を作る理由は全くないよね、意思は。つまりこれも同じで A の意思っていうのは、こっちで書こうかな、ちょっと書きますけど、 A の意思っていうのは、これね、ごめんなさい、丸 A にしましょうか。 A の意思っていうのはそもそも虚偽サスクスの意思ないよね、全く。虚偽の外観作ろうなんて意思全く持ってないです。でそれに対して作出されたのは、同じようなことを書いちゃいますが、作出された外観っていうのはこれは
名義の登記ということでしょ。そうするとやっぱり A の意思っていうのは何も外観作るつもりがないのに、現実に作られたものっていうのは作出された外観っていうのは全く違うんですよ。とすると A の奇跡性っていうのはやっぱり大きくないわけです。まあちょっとここはね、しっかり押さえてほしいのが、まあ、A としては B に言われるまあまあね、登記済証を渡すなどをして、 B が勝手に自己名義に登記を移して、その上で B が C に売っちゃいました。でこのような場合に、まあ、94条2項の累推適用ができるかってことなんだけど、基本的には奇跡性があることはいいよね。 A の奇跡性っていうのは、例えば6番の奇跡性っていうのは仮登記にしちゃってんですよ。いいですね。この A の意思としては仮登記を作るということに対する、奇跡性はあるんです。だから全く落ち度がないわけではないよね。で7番の事例についても、虚偽の外観を作る意思はないけど、まあ勝手に、まあ、登記に必要な登記済証とか印鑑証明書みたいのをホイホイ知らない人に渡すってことはやっぱり落ち度はあるんだよ。でただ落ち度はあるんだけれども、意思外形対応型と呼ばれる4番5番の問題っていうのは自分から全部作りに行ったよね。本登記にするってことを作りに行ったりとか、そうなってるのを長時間放置してるみたいに、 B 名義の登記にすることを分かってやってるから落ち度はめちゃくちゃ高いんです。でその一方で6番7番はそこまでの落ち度はないんですよ。仮登記にするっていう落ち度はあったけれども、実際に本登記にしたのはむしろ B がやったことで、あくまでもその虚偽の外観を作るにあたって、その自分が作った自分が意図したものよりも大きいものを作られちゃってる以上、まあ、奇跡性は小さいと言える。で7番も同じです。落ち度はあるけれどもこのような虚偽の外観を作る意思はないわけですよ。まあ、先ほど、まあ、触れたように、まあ、言われるがままに登記済証を渡すってことに奇跡性はあるけれども、ただ自分から虚偽の外観を作りに行ったっていう奇跡性はないわけですよ。じゃあそうするとここはもう判例の立場を押さえておいてほしいのは、このような4番5番みたいな類型っていうのは一般的に意思外形対応型って言われてます。ここはちょっと説明しっかりしていきます。1回目の講義ね、で一般的には意思外形対応型と言われていて、要するに A が作ろうと思っていた意思通りに外観が作られて、そのまま、表現移転などがなされているというケース。でこの場合っていうのは意思外形対応型っていうのは、まず A の奇跡性は類型的にでかいです。A 奇跡性は大きいです。でそれに対して6番とか7番は意思外形が対応してないんです。で、意思と外形が対応していない場合っていうのは、やっぱりある意味被害者みたいなところがあるの。この6番7番は A さんの立場に立てば、仮登記までは作った、登記済証を渡したみたいなことはあるけれども、むしろ B が勝手にやったっていうところがあるでしょ。っていうことはA が自ら全部やったわけじゃないので、全部をやったわけじゃないから奇跡性は類型的に小さいんですよ。でそうするとどういうふうな感じになるかというと、 A の奇跡性が大きい場合には A を保護する必要性はほぼありませんよね。ですから、まあ、ここはねこういうふうに考える。まあ、ここはしっかり考えて、必要性は非常に低い。でこっちはその代わりそれなりに A 保護の必要性が出てきちゃうんですよ。意思外形対応型と比べたらね、この2つを比べると A の奇跡性が大きいということは、やっぱり大きいんだったら A は守んなくていい、逆に C を保護すべきってことになるよね。これは A と C の対立なんだから、 A は保護する必要性がないということになれば、そこから C 保護の必要性は逆に大きくなります。ここはねちょっと理解してみて。でこれはあくまでもこの上と下を比べた時の相対的な話だけどね。じゃあ下に仮にですね、意思外形対応してないんだったら A 保護する必要性は
低高い確率、ごめんなさい、むしろね A の落ち度は低いわけだから、 A の落ち度が低いんだから C、 A を保護する必要性は、まあ、ある意味これと比べれば高い。そうするとやっぱり その対照的に C 保護の必要性は相対的に落ちてくる。まあ、A も悪い、 A も落ち度はあるけれども A も被害者みたいなところになるから、まあ、こういうふうな形になる。すると A 保護の必要性が低い医師外形対応型ね、 A を保護する必要性が高い医師外形対応型で、待ってね、もう一回言います、逆だった、A の奇跡性が大きいんですね。 A の奇跡性が大きい医師外形対応型であれば A を保護する必要性は、まあ、基本的にはほぼありませんので C を積極的に保護しようということになります。で C を積極的に保護するのであれば判例はどう考えるか、 C は善意であれば保護されるとするんです。まあ、94条2項も善意でしょ。つまり C、 でこれも判例の知識になってくるけれども、じゃあ逆今度は医師外形非対応だったらどうかというと、医師外形非対応の場合には A の奇跡性が小さいためA も保護しなければならない、 A も保護しなければならないっていうことは C を保護するためには善意だけでは保護できないって考えてるんです。つまり善意であってかつ過失がない、落ち度がなかったということがないとやっぱり C は保護できないという考え方になるんです。であくまでもここはそういう利害対立っていうよりもその A と C の、 その保護の必要性っていう観点から理解するといいです。いいですね。まあ、もう一回まとめますけれども、医師外形非対応型の場合には、まあ、類型的に A の落ち度は小さいから A も保護しなきゃいけないんですよ。だから A も保護しなきゃいけないから C を守るため、あ、 A を保護、 A も保護しなきゃいけないわけだから C を保護するためにはそれは C は単なる善意だけでは足りず善意プラス無過失までいると考えていくんです。という違いが生じるんです。だから、まあ、言葉の使い方としては、医師外形非対応型の場合には A も保護しなきゃいけないから C もせめて善意無過失まで要求す、揃えなさいよということです。ということですね。まあ、通常の、ね、この医師外形対応型というのはもう要するにこれは94条2項と同じ奇跡性なんですよ。これは94条2項と94条2項と同程度の奇跡性が医師外形非対応型にはあるから、そうするとやっぱり C を保護するためにはまあ簡単に保護してあげる。ただしこの医師外形非対応型の場合には94条2項の場面よりは奇跡性下がっちゃうんだよね、 A の落ち度は。ということは C を保護するためには善意だけでは保護できないよと。善意だけで保護するとそれは A にとって酷な結果になるわけですよ。A の奇跡性大きくないわけだから、だからせめて善意だけではなくて無過失まで必要とするという理解をここで判例示してるんです。まあ、慣れるまではね、これ94条2項の場面より A の奇跡性の程度は小さいということです。だから従って C は善意のみでは足りないっていう感じです。だからやっぱりバランスなんですよ、この民法 その権利関係って。どっちを保護するかっていう発想ですから、 A の落ち度が大きいんだったらもう C は善意だけでもいいよと、 A の落ち度が大きくないんだったら C は善意だけでは足りないよっていう、まあ、その発想になってきます。でこの時のやっぱり一つの基準はその医師外形が対応しているのか対応してないのかにつきます。なのでここは練習をしっかりとしておいてください。でじゃあこの時無過失が必要となるっていうことなんだけど、どうして無過失が必要なのかっていうことは実質的な理由は言ったんだけど、次回の講義でここはしっかりやります。判例はこのね、善意無過失まで要求するときは94条2項と110条という別な条文を引っ張ってきます。でこの110条っていうのがどういう条文なのかっていうことについてはちょっと次回の講義ということになりますが、
まあ、これはね、すごいざっくり言うと、代理人が権限を超えて勝手にやっちゃった時の、条文なんですよ。例えば土地の賃貸の代理権を与えてたら、代理人が勝手に、なんか売却までやっちゃったとか、例えば100万円までで借りてきてっていうふうに代理人にお願いしたら、代理人が500万借りてきちゃったみたいに、もともと代理権を与えてた代理人が勝手に代理権の権限を超えることをやっちゃったっていう場合の条文がこの110条なんです。でこの時どういう規定なのかというと、その時相手方が善意無過失だった場合には、やっぱりこれは有効な代理行為になるんだっていう条文なんです。でじゃあなんで110条っていうのをここ要求するかというと、ちょっと似てない。仮登記までやってたら勝手に本登記されちゃったっていうのは、例えば賃貸の代理権与えていたら売却までされちゃったっていう状態でしょ。で、まあ、同じような話なんですよね。実際にその110条っていうのは、これは権限の、代理権の乱用っていう事例なんだけれども、もともと予定していたのが賃貸借の代理権だったのが、それを勝手に売却されたってことは、実際に代理人の意思とやられちゃったことが違うでしょ。意思と外形が違ってるでしょっていう、まあ、そういうところがやっぱり類似してるので、この善意無過失まで要求する根拠として、この110条というのも要求しています。で110条の場合っていうのは、このね、後で次回の講義でやることになって、次回以降の講義なんだけど、善意無過失まで要求してるのよ。その実際に例えば A さんが B さんに賃貸の代理に与えたと、 A さんが B さんに賃貸の代理に与えたら B さんが勝手に C さんに売っちゃったっていう時に、本来だったらこういうの無権代理っていうんですね。権限がないことやっちゃってるんで、無権代理だから、この売買っていうのは A である本人には効果いかないのよ。だけどやっぱり取引の安全の観点から、もし仮にこうやって賃貸の代理に与えてたら勝手に売却されちゃったみたいな、権限を超えることを勝手にされた時には、民法110条では正当な理由っていうふうに書いてあるんだけど、その相手方である C が無権代理であることについて善意無過失だった場合には、その売却の効果っていうのは本人である A に及ぶっていう条文があるんです。でそうすると、なんか事例関係もちょっと似てるでしょ。仮登記までやっといて、仮登記まではやっといたんだけど、勝手に B が本登記までして売っちゃった。で相手方が善意無過失ならば、やっぱりこれは C に対して権利を認めてあげようっていう関係になるので、この110条の条文の状況とすごい似てるので、一応判例は94条と110条の類推をすると、まあ、いうふうな言い回しをしています。でこっちの意思外形対応型は94条2項の、類推ということになります。まあちょっとここは時間かけて説明しましたが、まずちょっと判例を見ていきます。事例問題集でいうと6ページ、事例問題集というまたこれまた戻ってきますので、6ページの方に行きますが、まあ、このような、まあ、いわゆる意思外形非対応型になっているものについては、やっぱりここです。善意無過失まで必要とすると、善意無過失まで必要とします。で今私がなんか表みたいのを書いたことを文章化したらこういうことです。本人の奇跡性については意思外形対応型と比べて非常に小さいということですね。本人の奇跡性が、まあ、意思外形対応型に比べて、非常に小さいため、やっぱり本人保護の観点から第三者の主観要件を課徴すべきであるということが一つということですね。まあ、やっぱりその奇跡自由がやっぱり本人に小さいということであれば、やっぱり本人保護の必要性も出てくるので、第三者をやっぱり無過失まで要求すべきだということ、そして先ほど触れたその事実関係としても、まあ、代理人の権限外の行為、賃貸の代理権を与えていたら勝手に売却されちゃったっていう事実関係とも似ているんですよね。ですから、このように意思外形非対応型の場合には、94条110条を使っていきます。でその上で善意無過失の第三者を保護すべきという言い方をしています。でここまでいいかな。でちなみに、ね、これ勉強を進めていくと結構、ね、ふわっと気になる方がこの条文でこの判例ではね、法意に照らしって言葉を使ってて、で次の判例だとなんか110条94条2項と110条の類推適用って言葉を使ってて、どういうふうに使い分けるんだろうみたいなのを結構こだわる人いるんだけど、基本的にはあまり気にしなくていいです。意思外形非対応だったら110も出てくるよと、でそれです。意思外形非対応だったら110条が出てきて C には善意無過失が必要だよっていうことを言えるかどうかです。そのなんか法意なのか、なんか類推なのかっていうこの言葉遣いはあまり気にしなくていいです。現に私なんかこれ答案書くときにはもうどっちも類推って書いてます。
もうどんな場合、まあ、基本的には94条2項と110条の類推適用だよと、まあ、いうふうに書いてしまえば問題ありません。で本件の次の、ね、7番もそうなんです、まあ、最初の、ところですけれども、そうするとこれもやっぱり94条2項と、110条の類推適用にしてます。これもやっぱり意思外形非対応なんですよ。その A さんはとりあえず騙されて重要書類を渡しちゃった、でそれで勝手に作られちゃってるわけだから、 A さんは自分の意思と作られた外観対応してないんで落ちと小さい。ですからここにも書いてある通り、 B が本件登記手続きをすることができたのは A のあまりにも不注意な行為によるものであり、あ、まあ、ちなみにね、それはそうだよね、そんなホイホイ重要書類を渡せないよって話になりますから、そうすると B によって虚偽の外観が作出されたことについての A の奇跡性の程度は、自ら外観作出に積極的に関与した場合やこれを知りながら放置した場合と同視し得るべきものと、言うべきである。まあ、とは言っても同視し得るほど重いとは言ってるけれども意思外形非対応ですから、だから判例はやっぱ善意無過失まで要求してます。いいですよね。もうここにもある通り、そのあまりにも不注意な行為によると。で一応ここではね、なんか外観作出に積極的に関与した場合やあえて放置した場合と同じぐらい重いよとは言ってるけれども、ただとは言っても意思外形非対応だから、とは言っても意思外形は対応してないから、意思外形対応型と比べれば奇跡性は下がりますので、結果的には善意無過失まで要求していると、ね、という考え方になります。なのでちょっと1回目の講義っていうのがこのね、94条2項の類推適用論ってかなり重いことはやってるんだけど、この4567ですかね、この4つの事例についてはしっかりと使いこなせるように、しておくといいです。で、まあ、最初は復習するときにはとりあえず事例しっかり見て、まあ、講義メモの部分をね、チェックシートと合わせて確認するってことになりますが、まあ、先ほど触れたのがこれなんです。94条2項の類推適用についてはまず大きく分けると意思外形が対応しているような場合ですね。でこの場合にはこの94条2項の類推適用1本で大丈夫です、94条2項の類推適用で OK です。で第三者の主観要件は善意ってことになります。これは先ほどの4番とか5番みたいな場合ということね。4番とか5番みたいな場合では、まあ、とりあえず意思外形対応型については、主観要件は善意で足りるということになります。でそれに対して意思外形非対応型については、まあ、一応まあ、6番とか7番の場合ですよね、意思外形非対応型の場合には、まあ、第三者の主観要件は善意無過失までいると。いいですね。まあ、ちょっとまあ復習用に、またちょっと軽くメモ書きすると、結局この意思外形非対応型の方に書いておきますが、その理由としてはちょっと書くぐらいです。要するにA の奇跡性が小さいってことです。ということで、A 保護の観点から C の主観要件を加重すると。でそれが要するに善意だけではなくて、無過失まで要求するということですね。でこの時はだから94条2項と110条というのが出てくるということです。で慣れるまではまあこういうもんかなみたいなことをね、94条2項足す110条で、類推していくと。あ、講義の中では先ほどね、基本的にはなんか法位併用とかね、そういう言葉を使っていることはありますが、まあ個人的にはまあこの意思外形非対応型って言われたら94条2項の類推適用でいいんじゃねえのっていうね、いうことで個人的には思いますので、一応まあマーカー的にはこんな感じで引いておきます。
はい、ということで、ここまでのところが、94条2項の、巡る問題ということになります。少し飛ばしているところもありますけれども、まず今日は全部意思表示に関するルールは全部やっちゃいますので、まあ、あと、まあ、時間の方もね、かなりまあ終盤というところもありますが、ここまでが虚偽表示です。であとは条文上しっかり見てほしいのが95条の錯誤、96条の詐欺と脅迫、この2つを見ていきます。で少しあの論文で問われるところは、まあ、少し次回の、ね、第2回の講義にも回るところはありますが、まずは錯誤というもの、今までやってきた、ね、93条の心理留保、94条虚偽表示に加えて今度は95条の錯誤を見ていきます。で錯誤というのはまず定義から見ていきます。まあ講義メモにある通りなんだけれども、まあ、意思表示から、推測される意思と内心的効果意思が一致しない意思表示であって、その、一致しないことを表意者が知らないこと、というのが一般的にこの表示行為の錯誤って言って錯誤なんだけど、正直これはこの定義はそんな気にしなくていいです。錯誤ってシンプルにどういうものかっていうと、条文上2つあるんですよ。95条の1個をちょっと見てもらっていいですかね。まあ、意思表示に対応する意思を書く錯誤っていうのがまず1号に書いてあると思います。まあ、95条の1項ですね。95条1項を見ていただけると、まあ、意思表示は次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは取り消すことができるとされています。じゃあ95条1項、まずね、条文としてとりあえず法律行為、まあ、錯誤ね、錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは取り消せるとしています。ではまずこの要件の始まる前に一つ確認したいことがある。93条とか94条では無効と言ってましたよね。ですが95条は錯誤は取り消せると言っています。無効と取り消しって何が違うんでしょうと、まあ、いうところなんですね。で一応違いについてはしっかり押さえてほしいので触れておくと、無効というのはもう最初から無効です。効果が発生しないんです。でただ取り消しっていうのは取り消すまでは有効です。つまり取り消す効果っていうのはその取り消されるまでは有効なんだけれども、取り消すことによって初めからなかったことになります。ですから取り消すことができる行為っていうのは取り消さない限りは有効なままですからね。でこれはどうしてこの違いがあるかっていうと、その、まあ、民法では瑕疵っていうんだけれども、その言ってみればその瑕疵、つまり不具合の大きさなんですよ。つまり93条とか94条っていうのはやっぱりこの心理留保とか虚偽表示における無効原因っていうのはやっぱりその瑕疵が大きいんですよ。だからもうこれは最初から効果を生じさせるべきではないと考えられるのよ。ただその一方で取り消しの錯誤とかは、まあ、そこまで大きな瑕疵はないんですよね。なぜかって言ったら自分でやってるからね。その騙され、要するに錯誤って簡単に言うと勘違いなんですよ、ざっくり言ってしまえば。その勘違いして言っているっていうものについて、じゃあ一律無効にするだけの大きなね、そういう瑕疵があるわけではないから、条文上はこの取り消しというふうになってます。でちなみに96条も先にやっちゃうと詐欺とか脅迫も同じ、これ日本語の詐欺と脅迫と同じです。この詐欺っていうのは騙される、脅迫っていうのは脅されるです。でつまり騙されたり脅されたりして意思表示をした場合にはこれは無効になるわけではないんですよ。取り消せるだけなんですね。詐欺または脅迫による意思表示は取り消すことができると書いてある通り、あくまでも取り消し原因なんですね。そこはちょっと気をつけておいてください。なので、まあ、今日まとめ的な感じでまた言いますけれども、93条は要するに心理留保は原則、有効、相手方が悪意向かしてならば無効になります。で94条、心理留保は、あ、ごめんなさい、94条の通謀虚偽表示は無効だけれども善意の第三者は対抗できない。で95条の錯誤は取り消せるなんですね。錯誤は取り消せる。で詐欺と脅迫も取り消せる。でこの取り消しと詐欺の違い、取り消しと無効の違いっていうのはその扱いが全然違うってことですね。無効というのは最初から効力が生じない、取り消しというのは、取り消されるまでは有効と扱われることになります。でちなみに条文も少し確認すると120条で取り消せる人って決まってます。120条で錯誤詐欺脅迫で取り消すことができる行為が120条2項にあって、これは瑕疵ある意思表示をした本人または代理人か承継人しかできません。
無効っていうのは最初から効果が発生しませんから、誰でも無効だって言えるんです。無効の場合には誰でも無効だって言えるんだけれども、取り消しっていうのは取り消せる人が決まってます。でそしてもう一つ、これも重要、126条、取り消しっていうのは期間制限あります。まあ時効ですよ。は取り消しっていうのは追認できる時から5年間行使しない時や行為の時から20年経つと取り消し権っていうのは使えなくなります。で無効っていうのはそういうことない。無効っていうのは最初から効力生じないから、そんな時効による消滅とか、場合によってはこのね、取り消し権者の制限とかそういったものはなく行われます。でそうするとですね、そこはまた追って書いていきますが、まずこの錯誤っていうのは基本取り消し原因ってことになります。つまりこの取り消しなんですよ。でこの取り消しっていうのは、いいかな、取り消されるまで有効です。そう、取り消されるまで有効なんです。で取り消しによって訴求的に、効果が失われます。訴求っていうのは遡ってってことですね。取り消されるまで有効。ちょっと難しい言葉で、訴求的な最初から訴求的に、だから無効とは全然違うんですよ。その無効と取り消しっていうのはもう明確に区別されるわけです。まあこのように効果については一応 CF で、あ、ちなみにこれ CF って書くときには、ちなみにとか比較してって意味ね、無効の場合と区別しておいてください。まあ無効の場合は最初から効力が生じないんだけども、取り消しの場合には、取り消されるまでは有効として扱われるけれども、取り消して訴求的に効力を失っていきます。であとは期間制限と主張権者制限されています。主張できる人、主張権者が、まあ、ちょっとこれ条文見といてください。まあ、さっき触れた通りです。120条2項にあるところですけれども、主張できる人は、その人代理人証券人だけで、主張権者が限定されていて、そして時効消滅もあり、5年20年ってやつね、126条ということで、取り消しっていうのはこのようにちょっと違った効果を生じてきます。なので、まあ、ちょっと無効との違いを意識して、関連事項として見といて、ではね、じゃあ錯誤取り消しでどうやってできるか、ちょっとここは納得中心でいきましょう。錯誤のとにかくどういう場合に取り消せるかっていうのは、まず95条1項柱書きにある通り、まず共通要件、これです。この共通している要件はまず、この1なんですよ。法律効果の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであることが必要です。で、いいですかね、要件のところですね。で、この95条1項1号を見ると、意思表示に対応する意思を書く錯誤というものと、2号ね、表意者が法律行為の基礎とした事情についての、その認識が真実に反する錯誤っていう2つあります。で、まず、この意思表示に対応する、意思を書く錯誤って、なんか難しいことを言ってるけれども、すごくシンプルに説明します。この95条1項1号の意思表示に対応する意思を書く錯誤っていうのは、もう端的に勘違いと言い間違いです。つまり、思ってることと言ってることが違うってことです。まあ、思ってることと言ってることが違うってこと。まあ、例えばですけれども、勘違いっていうのは、要するに目の前にあるものを勘違いしているって状態ですね。でそういうものを内容の錯誤と言います。で表示上の錯誤っていうのは、実際に、買おうとするものを、まあ、言い間違っているっていうケースです。まあ、なんかあまりイメージが湧きにくいかなというところはあるので、ちょっと具体的な例は出しますが、とりあえずはこの表示行為の錯誤と呼ばれるんだけど、この1号はね、内容の錯誤っていうのは一般的に勘違いです。表示の錯誤っていうのは言い間違いです。言い間違いです。いいですかね、ここまでね。でこの時には要件1だけでいいですね。
この時には法律行為の目的や、取引上の社会通念に照らして重要な錯誤であればいいと。でこの要件1は必ず必要なんです。この要件1は必ずいるんです。まあ、条文見るとですね法律行為の目的や取引上の社会通念に照らして重要なものであるということは95条1項柱書きにあるから、まあ、錯誤で取り消すためには必ず必要になります。でこの1号の錯誤っていうのがこの意思表示に対応する意思を書く錯誤なんだけど、まあ、これは先ほど言った通りもう勘違いのケースと言い間違いのケースということになります。でこの時にはまあ、取り消すことができる。まあ、これはちょっと少し踏み込んだ説明をするとですね、その意思表示ってどうやって行われるかなんですよね。で意思表示ってどうやって行われるかというと、少し1ページに戻ります。大体こういう風になってるんですよ。まあ、ちょっとここも納得中心でいかんとでいけないところなんだけど、まあ、動機、内心的公開意思、表示意思、表示行為っていう風に分析できるんです、意思表示って。まあ、例えばすごく単純に、例えばなんか肉まん食べてえなと思ったとします。で肉まん食べてえなと思って肉まんくださいってお店で言うとするよね。この時っていうのはすごく細かく分けると、頭の中であっと思って肉まんくださいって言うんだけれども、分析するとまず最初動機があるんですよ。うまそうだなっていう動機です。うまそうだなと思う。でそしたら内心的公開意思っていうのは肉まん買おうって思うわけです。で肉まん買おうって思う、つまりその目の前にある美味しいものを買おうって思うわけです。でそれで思って、それでじゃあ表示意思っていうのは、じゃあ肉まんくださいって言おうと、お店の人に。つまり言ってみればこの内心的公開意思はその目の前にある肉まんを自分のものにしてやろうと思って、でお店の人に言おうと思うわけです。でお店の人に肉まんくださいって言おうとした、そしてその上で肉まんくださいって言うんですよ。でこの過程が全部その意思表示の過程としてあるわけで、錯誤ってのは何かっていうと、この内心的公開意思と表示行為がずれてる場合なんです。これが要するに錯誤なんです。ちょっと定義もう一回見るけれども、3ページちょっといくよ。この表示行為の錯誤と呼ばれるものは、内心的公開意思と、この表示がずれてる場合なんです。これいいよね、だって書いてある通りよ。意思表示に対応する意思を書くっていうことですからね。意思表示に対応する意思を書く錯誤ってことは、まあ、端的に言ってしまうと、私がねなんか肉まんくださいっていうふうに、まあ、肉まん欲しいと思ってるとします。で勘違いっていうのはシンプルで、その目の前にある肉まんが欲しいって思ってるんだけれども、まあ、普通はありえないけれども、その肉まんって、その目の前で思ってる肉まんっていうのを別なもんだと何か勘違いしてると、別なもんだと考えていて、まあ、普通はねなかなかないかもしれないけれども、それでその別なものだと思っていて、それでその人の別なものをくださいって言っちゃってるケースなんですよ。なかなかイメージが湧きにくいところではあるんだけれども、で、まあ、例えばね、まあ、本当にありえない話なんだけど、私がその目の前でなんか肉まんのケースを見て肉まん食いたいなって俺私が思ってるんだけど、私はなぜか肉まんのことをパンだと思ってると。だから分かる、目の方で肉まんなんだよ、客観的には肉まんなんだけど、私は肉まんとパンをごっちゃにしてると、もう肉まんとパンのことを混同しちゃっていて、その目の前のものをパンだと思い込んでると。だからパンくださいって言っちゃうわけですよ。そしたらお店からパン出てきちゃうわけですよね。でそれが要するに勘違いです。まあ、今言ったのは往々にしてない話だとは思うけれども、でも人によってはまあ例えばあり得るわけですよ。一般的に肉まんだって思っているものを私の中ではパンだって思い込んでると。だからその肉まんが欲しいけれどもパンを欲しいっていうふうに言っちゃうでしょ。それ勘違いしてる。あともう一つは、私の中で肉まんっていうものは認識していると。だから肉まんくれって言おうと思ってるんだけれども、なぜかうっかりパンくださいって言っちゃったってケースです。もう肉まん食おうって、肉まん欲しいっていうふうに思ってるし言おうとしてるんだけれども、なぜか喋るときに、例えばなんか よくわかんない、スマホ見てたらなんかパンのなんか記事とか読んでて、なんかうっかりパンくださいって言っちゃったケース。頭の中では肉まんくださいって言おうとしてるんだけど、パンくださいって言っちゃうケース。つまり勘違いと言い間違いっていうのは、要はこのプロセスあるでしょ。この目の前にあるなんかホカホカしたものを食いてえっていうね、客観的には肉まんなんだけど、そのホカホカしているものを食いてえって思ってるんだけど、それを私がパンだと勘違いすると、肉まんを欲しいって思ってるんだけど、パンをくださいって言いたいって思っちゃうわけ。ここが勘違いです。つまり内心的公開意思と表示意思の間にずれちゃうと、それは勘違いが生じてるでしょ。でじゃあ
それが肉まんが欲しいって思ってて、肉まんくださいっていうふうに言おうと思ってもね、肉まんくださいって言おうと思っても、なんか別なことを上の空で考えてて、パンくださいって言い間違っちゃったら、ここに食い違うでしょ。表示意思と表示行為が食い違っちゃうでしょ。で、この部分のいずれかが食い違うと、結局こことこずれるわけ。だから言ってみれば、勘違いっていうのは A、B、B になっちゃうんですよ。頭の中で A を A って思ってるのが勘違いで、A と B が混同しちゃってるから、その目の前にあるこの肉まんのことを私はパンだっていうふうに思い込んで勘違いしちゃってるから、そうすると、あ、そのなんかあったかいもの食べたいな、じゃあパンくださいって言おうって思っちゃうわけでしょ。だって肉まんのことパンだと思い込んでるから。そうするとこことここが食い違っちゃって、結局パンくださいって言っちゃうから ABB になっちゃうケース。でもう一つは、まあ、肉まんのことを肉まんと認識して、肉まん欲しいというふうに喋ろうとしてるんだけど、うっかりパンくださいって言っちゃうケース。これは AAB だよね。いいね、AAB になっちゃうわけですよ。そうするとここで食い違ってしまうと、これがずれるので、このようなものを一般的にこの意思表示に対応する意思を書く錯誤と呼んでいるわけです。まあ、ちょっと分かりにくいところではあるんだけれども、あの試験対策という点で言うとほとんどないです。ほとんどないです。今言った話、具体例も無理があるでしょ。具体例も無理でしょ。肉まんのことパンだと思っている人が肉まんを見てパンくださいって思っちゃうんでしょ。それはまあ普通で考えにくいよねと。あとは言い間違いもそうでしょ。肉まんくださいっていうふうに言おうと思ってんの、なんかよそ見せたらパンくださいになっちゃうなんて、そんなこと普通にないので、あの例えば試験の中ではそんなに出題されません。なので一応でもあるのは知っといて、でこういうことがあったら取り消せます。だから例えば私がさっきパンが出てきちゃったと、あ、ごめん、言い間違い言い間違いって言えばいいわけですよね。ごめんなさい、言い間違いなんでっていうことで、これは取り消すことができるということになります。ではまあ、ここまでは大丈夫かな。意思表示に対応する意思を書くというのは、そのような勘違いがあったりとか言い間違いをしてしまった場合には、その表示は取り消せるよということです。で、もう一つが重要なんです。で、条文でもしっかりここは押さえてて、95条1項の2号に書かれているのが少し長いです。表意者が法律行為の基礎とした事情について認識が反する錯誤ってやつなんです。で、これは一般的には昔は動機の錯誤と言われていました。よく読んでみると、法律行為の基礎とした事情についての認識が真実に反する。まあ、例えば一つの例を言います。私が例えば肉まんをまた、買いに行きました。で、肉まんを買いに行って、で、まあ、美味しそうだなと思って肉まんを買うわけですよ。あ、この肉まんは美味しいはずだと思って肉まんを買って、で、それで肉まんくださいって言って買いました。そしたらまずかった、取り消せますかねって話なんです。つまりこの95条1項2号っていうのは、法律行為の基礎としてした事情っていうのは、要は動機なんですよ。この要は。つまり、私がなんでパンを、あ、肉まんを買おうとしたかというと、美味しそうだからなんですよ。で、美味しそうだから買うという、それがこの法律行為の基礎とした事情なんです。というのは、一般的には、つまりこれは、その買う動機なんですよ。で、この動機について、認識が真実に反していたと。ですから、この動機の錯誤のポイントっていうのは、いわゆる公開意思と表示はずれてないんです。私は肉まんくださいって思って肉まんくださいって言ってるんですよ、ちゃんと。つまりこっちはそもそも頭の中で思っていることと喋っていることが違うんですよ、こっちはね。だからちょっとまあなんか変な絵描くと、要するにこの、意思表示に対応する方の勘違い言い間違いっていうのは、さっきのプロセスね、プロセスはともあれ、頭の中で A だって思ってるのに、この人は B って言っちゃってるっていう、こういう状態なんですよ。頭の中で A だって思ってるのに B だっていうふうに勘違いして言っちゃってるというのが、これは錯誤として、この丸一の錯誤ですが、こっちは食い違いはないんですよ。この動機の錯誤は、要は美味しいかどうかっていう動機の部分が勘違いしているだけであって、私は肉まんを食べたいと思っているし、肉まんを食べくださいって言ってるわけですから、その意味ではこういう錯誤には陥ってない。で、このような錯誤が95条1項2号の錯誤で、一般的には動機の錯誤と言われるものです。で、ただ動機の錯誤っていうのは、先ほどの錯誤と比べると外から見たらわからないんですよ。だってあれでしょ、まあ、一つの例として、これはさっきのね、美味しいと思ったからって言ったけれども、よく言われるのは、例えば、不動産を買うと。不動産を買うときに、この近くが、まあ、再開発が行われると。で、まあ、なんか知らないけど、5年ぐらい経つと、ものすごく値上がりするっていう情報を嗅ぎつけてると。
で値上がりするんだったらこの土地買おうかなみたいな感じでそう思って買うと。でその時にはこの土地くださいっていう意思のもとこの土地をくださいって言ってるわけだよ。だけどそれには食い違いはないの。だけど値上がりするっていう動機があるわけだよ。で値上がりすると思って買ったんだけれどもいざ蓋を開けてみたらそんな情報はガセネタだったっていう話なんです。でその時に取り消せますっていう話。値上がりすると思ったんで買ったんですけどなんか値上がりのその値段なんかネタ嘘だったみたいなんで取り消したいんですけどとか、あとはもう一つよく出てくるのは芸術品が本物だと思ったってやつ。この絵をくださいみたいなね。なんか適当にピカソとかにしましょうか。なんかピカソの絵が欲しいと思ってこのピカソの絵をくださいってピカソで買うとしますよね。で本物だと思ったから買ったけれどもそれが偽物だった取り消させてくださいっていうふうに言えるかということなんですよね。でもしこれが言い間違いとか勘違いという形で頭の中で思ってることと言ってることが違うんだったらそれはもう端的にこれで取り消せるんですよ。目的と及び取引上の社会通念に照らして重要ならば取り消されるんだけどね。ではあるんだけれどもいわゆる動機の錯誤っていうのはピカソの絵が欲しいと思ってピカソの絵をくださいって言っているわけですよ。そこに食い違いはないの。本物だっていう動機がずれちゃってる。じゃあこの時にじゃあ取り消せるかというと取り消すためにはこれなんです。相手も分かっあれでしょ、その動機というものはその人の頭の中だから分からないのでその動機が表示されていることが必要です。この条文で定められているので95条2項に書いてあります。95条2項で前項第2項の規定による意思表示の取り消しはこの表示されていた時に限りすることができるとされているんですよね。つまりこの丸2っていうところが重要で、ちょっとここに書いちゃいますけども、動機が表示されている必要があります。で、なぜ動機の表示が必要かというと、相手方の予測可能性を書くからです。例えばさっきのピカソの絵の例で言えば、実際にじゃあこれ偽物だったんでやめますわっていうふうに言われても、その売る側からすればそんなこと知らないじゃん。本物だと思ったから買ったんですって言われてもそんなこと知らんがなって話なわけですよ。でやっぱりこの取り消される側っていうものに対して全く予測されないような取り消しがなされちゃう可能性があるから、動機っていうものは相手にとって分かるような状況になってるんだったら取り消していいとしてるんです。じゃあどういう状況かっていうとシンプルです。お店に行きました。このピカソって本物なんすかみたいなやり取りがあって、でこれ本物間違いありませんよみたいなやり取りの中で、あじゃあ本物ならばこれくださいみたいなことを表示しているのであれば相手は分かってますよね。その動機が本物だから買いたいっていう動機があることは分かってるから、もしそれと違ってるんだったら錯誤で取り消されるってことは十分予測できるじゃん。それならば取り消し認めていいよ。だけどそういうことが全くない中でいきなり普通にその絵くださいって買って、でしばらく経ってこれ偽物だったんでやめますわっていうふうに言われても、それは売る側からすればそんなこと聞いてないよって話になっちゃうわけ。それはやっぱり逆に取引の安全を害するでしょ。だからこの動機の錯誤っていうのは外に出なかったらその相手方の予測可能性が必要なんですよ。相手方の予測可能性、言い換えれば取引の安全ですね。配慮する必要があります。なのでこの動機の錯誤の場合には要件2が必要になる。上の方に書いてありますけどこれね、法律行為の基礎とされていることが表示されていたとき、これは動機の錯誤の場合が必要ね。ちょっと同じようなことを書いてあるけれども、動機の錯誤、動機の錯誤では必要になります。そうすると錯誤ってなんか難しそうだけれども、ルールさえ分かっちゃえば、そうでもありません。要は頭の中で思っていることと言っていることが食い違っているケース、言ってみればその内心的公開意思と表示が食い違っているような、勘違いや言い間違いのケースだったら、この丸一の要件、つまり
目的や取引上の社会通念に照らして重要な錯誤であれば、取り消すことができます。でただ、そうではなくて動機に錯誤があるに過ぎない場合、その動機に錯誤があるに過ぎない場合にはこの重要なものであることに加えてそれが表示されていることが必要になるということです。でそうするとさっきのピカソ事例だったらどうでしょうかね。ピカソ事例であれば通常は本物かどうかっていうことは芸術品の取引においては重要ですわね、ということですから、まあ、一般的にはその取引上の社会通念に照らして新作か贋作かっていうのは重要であって、でそのことがその取引の際に買い主の方から表示されているのであればそれはこの錯誤の要件を満たしますので実際に贋作だったということであれば取り消すことができると考えられますですね。でさっきの不動産の例も似たような感じですよね。その不動産がもし転売目的であってそうすれば不動産価格の高騰があるかないかってことはやっぱりその不動産の売買ってやっぱり値段って10年目を持ちますよね。ですからそれはやっぱり重要な意味を持ってきてそれが表示されていれば取り消せるということなんです。じゃあちなみにこれは判例があってですね、はっきりと言っていなくとも目次的でもいいとされます。目次的というのは態度などから空気読めば分かるよねって状態です。はっきりと言ってなくてもこれ結構よく聞かれるんですよ。担当ではあの目次的な動機の表示でも構いません。まあ一つの例としてそのピカソの事例なんかは分かりやすい。これ本物なんで買いますわなんていうことをはっきりと言う人なんてあまりいないんですよね。あこれ本物なんですか、本物なんなら買いますよなんてね、それ売ってる側喧嘩売ってるような感じになっちゃうからそんなこと言うわけなくて、まあ例えばそういうことはっきり言わなくても例えばその人の話のやり取りで美術品のコレクターであってそういう新作の芸術品とか美術品を集めてるっていうことがその言葉遣いとか取引のやり取りの中から分かってたり、あとは、ま、なんかその人の持ち物とかでその美術品のなんかそういうコレクションに対するなんかそういうカタログみたいの持っててその新作の美術品を集めているよというようなことがその人の態度とか言葉遣いから分かってればそれは目次的に表示されているとされます。いいですね。だから本物なので買いますなんてそんな嫌がらせみたいなことをねあのしなくともその人の態度から分かれば十分とされています。それを目次の表示って言います。目次的に表示しているというふうに言います。じゃあちなみにあのこれ論文で聞かれないけどさ、テストでも聞かれないけど、じゃあ私たちはあれですかね、じゃあコンビニエンスストアに行ったら、あこれ美味しそうなんで買いますって言い続ければ取り消せるんですかねっていう問題ですよね。肉まん食べてえなと思って、じゃあお店の人にあこれ美味しそうなんで買いますって言って食べてまずかったんでこれ取り消しますっていうことをできるかっていうね。まあ今日の話だったらできそうな気がするよね。まあ今日の話だったらなんかできるんじゃねえかっていう気もしないでもね。だって動機の錯誤じゃん。美味しいと思ったからね、肉まん買ったらなんかまずかったんで、じゃあこれはあの表示してますと買う前に言ったんで取り消させてください。じゃあ取り消せるかって言ったら一般的に取り消せないとされてる。なぜかっていうと一般的にまあコンビニエンスストアに限らず一般的な小売店の売買において、美味しいかどうかっていうのはこれ重要じゃないんですよ。その目的物が何なのかです、売買契約って。普通はあの例えば、まあ、肉まんとかでもそうなんだけれども、まあ、その例えば何でもいい、まあ、たまたま肉まんってずっと言ってるけれども例えばコンビニエンスストアに限らず小売店の商品と売買契約で重要なことっていうのはその商品といくらなのかって点なんですよ、売買って。でそれが美味しいかどうかっていうことっていうのは取引上の社会通念に照らしてやっぱり重要ではないとされてます。なので、まあ、例えば美味しいと思ったから買ったんで、まずかったんで返しますって言われてもいやいや美味しいかどうかっていうのはその取引上重要じゃないよと、小売店においては重要ではないよというふうに言われて終わりです。ですから取り消せません。まあ、仮にね重要になるものだったら例えばこういう場合です。あの何とかさんの材料を使ってますとか言ってるような売り物、それだったら何とかさんの材料を使ってるってことはもう取引上の社会通念重要だから、それで商品になってるから、だからそういうところで何とかさんのものだっていうふうに商品を売ってて買ったところ産地が偽装されてたんだったら取り消せるよ。だけど普通になんか美味しいかまずいかみたいなものっていうのはやっぱりそこは取引上の社会通念照らしては確かに意味はあるけれども重要とは言えないってされてる。やっぱ売買ってそういうもんなのよ。売買の本質って何をいくらでが重要なの、何をいくらでが重要で、その例えば芸術品とかだったらさっきの何々さんの料理と同じなんだよ。ピカソみたいなものでもいいけれども、その芸術作品であればそれは本物かどうかっていうのが性質上重要になってくるからそこはその重要になるけれども、一般的なまあコンビニとかの食べ物とかであれば美味しいかまずいかっていうのはあまり意味がないのかなっていうふうに一般的に言われてます。
では、じゃあこれ錯誤のルールってもうちょっとさっとやって今日終わりになりますけれども、じゃあ錯誤ってのは基本取り消せるんだけれども、条文上重要なのが95条3項。これルールをしっかり押さえよう。95条3項で重大な過失があるときには取り消すことができません。これは表意者っていうのは A さんです。例えばさっきのピカソの絵とかを見たときに、例えば取り消すとします。で、例えば動機の錯誤をしましょう。ピカソが本物だと思ったから買いました。で、そのことをちゃんと表示しているとします。A さんが B さんのお店に行って、で、ピカソの絵を欲しいと思って目の前のピカソを買った。で、その時お店の人に対しては、この絵は本物なんですよねと、本物なら買いますよと言って買ったところ、それが偽物だった。ここまで取り消せそうな雰囲気だよね。じゃあちょっと事実関係付加します。その絵がですね、参考にありますけれども、それが水墨画だったらどうですかって話です。明らかに水墨画なんですよ、目の前にね。もしくはなんかカタカナでヒカソとか書いてあったりすると、それ見てそれくださいって言ったら、それは落ち度大きいよね。つまりそのような大きな落ち度のことを重過失というんです。で、重過失がある場合には錯誤取り消しはできないんです。で、ここはなんかバランス感覚持っていく。なんで取り消しを認めるかっていうと、 A を保護するためなんです。つまり錯誤に基づいて表示しちゃったっていうことについて、その人の落ち度がない場合には確かに取り消してその人を保護する必要はあるけど、大きな落ち度があるんだったらその人を保護する必要はないんだよね。だから A が確かに錯誤の要件を満たしていても、表意者が錯誤について悪意重過失であるならば、錯誤取り消しはできるよ。待ってくださいね。あ、ごめんなさい、こっちだこっちだ、ごめんごめん、何言ってんの、こっちだこっちだ、ごめんなさい。後で最後こうまとめます。表意者が重過失あるときには錯誤取り消しはできなくなります。で、理由はそんな表意者を保護する必要はないからということになります。じゃあこれはただそれで終わりかといったら、条文ちょっと複雑なんだけど、次の場合を除きと書いてあるんです。95条の3項、つまり表意者に重過失があるときには次に掲げる場合を除き、取り消しができないって書いてあるから、例外の例外があります。つまり原則は取り消し OK、 例外は表意者である A に重過失があるときは取り消せない。例外の例外、やっぱり取り消せるのが次の場合なんです。相手方が表意者に錯誤があることを知り、または重過失によって知らなかったとき。これは少し難しいかもしれないけど、具体例で言った方が分かりやすい。さっきのピカソ事例で、はい、まずピカソだと本物だと思ってね、本物だと思って、くださいと言ってます。で、動機が表示されてます。A さんはお店に行って、これはこのピカソの絵は本物なんだよね、じゃあ私は欲しいからそのピカソの絵をくださいというふうに言いました。で、それでピカソの絵を買いました。で、実はそれは偽物だった。これ取り消せますよね。で、さっきの話でも、それってのは実はその買うときにその絵ってのが水墨画だったと、どう考えたってピカソじゃないことは一見して明らかだ。取り消せなくなるよね、重過失ある。じゃあさらにそこにプラスします。その時にお店の人はその A さんがもう明らかに錯誤に陥っていることが分かってたとします。ああこいつなんかこの水墨画ピカソでなんか本物だって勘違いしてるわみたいな感じでね、本物と勘違いしてるざまーとか思いながら、この B さんがやってるのであれば、 B さんを保護する必要が今度はなくなりますよね。ならば原則通り取り消してあげましょうなんです。つまりどっちを保護するかの、要するにシーソーなんですよ。つまりまず原則取り消せるのは A のためですね。原則取り消すのは A のため。でも A に落ち度がごめんなさい、 A に重過失があるならばやっぱり今度は A を保護する必要はなくて B を保護すべきになる。けれども B が錯誤を知っててそんな風なしめしめみたいな感じになってるんだったら、 B 保護する必要がなくなるから、やっぱり A 保護に傾く。で、 A 保護すべきの時には取り消せるんだよ。で、 B 保護すべきの時は取り消せない。で、このシーソーみたいな感じになってるわけです。ですから、まあこれが例外なんです。表意者が重過失あるときには錯誤取り消しをすることはできるけれども、相手方が、これ相手方 B ね、表意者の錯誤につき悪意または重過失のときは錯誤取り消しはできます。例外の例外。少しね、ここは練習というか最後にまとめて今日は、詐欺脅迫だけちょっと触れて終わりになりますけれども、そうすると、まあ、このような場合には詐欺取り消しができるということになる。で、あともう一つは、共通錯誤ってやつです。これは2人とも同じ錯誤に陥ってると。
いうときにはこれはもうお互いに錯誤に陥ってんだから一回なかったことをしようぜって話です。もうお互い錯誤に陥ってるんだったらそれはもうこの契約は取り消せるようにした方がまあやっぱり妥当でしょっていうことから、まあ、共通錯誤に陥ってる場合には取り消すことができるとは一応されてます。でそうすると錯誤のルールっていうのは、まあ、こういうふうに整理されるんですよ。ちょっとまあなんかちょっと図っていうかこれで書きますけれども、まあ、95条の錯誤のルールっていうのは、まあ、シンプルにこうなんですよ。要は原則はでこれは A から B にしましょう。 A から B に対して意思表示をしているという場合に A がまあうにょうにょうにょってこれ錯誤に陥っているとします。 A がこうやって錯誤に陥っているって時にこれ取り消せますかって話なんですね。で原則としてはA 保護の必要性があるから、やっぱり取り消し OK。 ただ例外は A に重過失がある場合、取り消しできません。これはいいですね。条文上の根拠は、まあ、これ原則の方へ行くとこれは95条1項と95条2項に書いてある。で A が重過失ある場合には95条3項の、ですね、93条3項のところで、取り消しできなくなります。で A に重過失があるとき取り消しできない理由は A 保護の必要性がない、だから B 保護に傾くと。 A 保護の必要性がないから B 保護すべきだっていうことから取り消しができなくなる。で今度は例外の例外、ちょっと角度を置くとこれがラストになります。角度は、はい、B が A を錯誤に陥るということを知っているという場合には仮に A に重過失があっても取り消していいだろうと、仮に A に重過失があっても取り消してもいいだろうと。でこれは例外の例外でやっぱり取り消し OK になる。でこれはやっぱりこういう場合には B 保護の必要性が減るんですよ。だからやっぱり A 保護に傾くと、まあ、こういう感じのなんか行ったり来たりのイメージ湧きます。この錯誤っていうのはやっぱりその人がやっぱり騙されちゃってるとか、ごめんなさい、勘違いしちゃったりしてる以上はやっぱり原則は取り消すべきだっていうことになるんだけれども、ただ、まあこれ原則例外例外の例外っていう形で勉強しておくといいです。あとはプラス共通錯誤を忘れてた。共通錯誤の場合も OK で、これが、95条の、3項の1号2号で規定されているもので、そうすると、まあ、まあこういう感じでまあ整理しておくといいかな。原則は取り消せるけれども例外は、もう一回 A が重過失だったら取り消せなくなる、 A が重過失だったとしても B が錯誤に陥っていることを知ってるんだったら、まあ、B 保護する必要もありませんから原則通りに戻ると、まあ、いう形のイメージで、これを、まあ、しっかり条文には書いてあるんだけど条文がやっぱり読みにくいやね、条文が読みにくくなってますから、しっかりと、ここは意識しておいていただけると、まあ、いいかなと思います。でちなみに今日の講義としては、まあ、あと錯誤脅迫っていうのがちょっと次回になりますけれども、ただ錯誤脅迫も結論としては取り消せるっていうことは65条以下が96条1項で書いてありますので、一応あの3ページのところですね、あのこのカッコ3番は次回やります。この95条4項っていうのは次回の講義の前半でやるので今日は復習しなくて大丈夫です。今日はこの錯誤についてはこのカッコ1カッコ2までで、あの原則だけ押さえてください。だからちょっとここで触れとくと、まあ、これが原則、ここ1が、あ、ごめんなさい、ちょっとここまで書いて、1が原則です。1が原則、まあ、取り消し原因になりますからね、取り消し原因になりますから原則、そしてカッコ2のこれが例外、こいつが例外、そしてここが
例外の例外ってことになります。だから原則丸、例外×例外の例外丸ってこんな感じで、まあビジュアル的にまあ見やすくしておくとこんな感じですかね。こんな感じ、まあ、原則は丸なんだけども例外は表意者重解説の場合はダメよと、ね、表意者重解説の場合はダメよと。であとは例外の例外としてこの場合は例外の例外で取り消せるよという、まあ、この流れをしっかりと、示していただけると、まあ、分かりやすいかなと思います。で、括弧3番は次回の、冒頭でやるとして、最後に詐欺脅迫についてもこれは詳しくは次回扱います。ただ詐欺ってのは騙すこと、脅迫ってのは脅すこと、それで十分です。で、この時に取り消しになるってことね。だ詐欺っていうのは人を欺蒙して錯誤に陥らせる、脅迫っていうのは人に恐怖を与え、あ、威風だね、ごめんなさい、人に威風を与えて、かつ威風によって意思を決定表示させようとして害悪を告知する行為を脅迫と言いますから、まあ、日常的に詐欺脅迫と同じです。ただし、漢字気をつけてください。脅迫は強いなんですね、脅迫は強いなんですね。刑法とか勉強すると、脅迫罪って勉強すると、脅迫って漢字はちなみに刑法だとこれなんですよ。力力力みたいです。一応民法では脅迫はこうじゃなくてこっちです。強いなんです。なんで一応刑法では脅迫罪っていうとこうやって脅すって書くんですが、民法の場合の脅迫罪に、あ、脅迫罪ないですね、民法の脅迫行為についてはこのように、されています。で、そうすると今日のまとめ、になります。で、今日のまとめになりますが、まあ、今日は1回目の民法の講義なので、まあ、94条2項の類推論とかはあったけれども、基本的にはその93条から97条までの、内容をちょっとしっかり、96条まで理解していくことが中心になります。で、講義メモではこの1ページの最初のこの意思主義と表示主義というところは次回の講義でやる内容になります。この意思主義と表示主義というのは次回の講義で扱う内容で、あとは3ページのところのこの錯誤取り消しの括弧3のところですね、ここのところは次回やりますので、今日やってないところはまだ復習するときは気にしなくても大丈夫です。で、そうすると、まあ、少し戻りますけれども、一応今日の93条からちょっともう一度最後まとめになりますが、まあ、意思表示とは何かということはまず最初ね、しっかりとその一定の法律効果に向けられた、意思の表明であって、その意思表示の合致によって、まあ、契約が成立するというところから、まあ、この意思表示は重要になってきます。で、その上で93条の心理留保っていうのは分かってて真意でないことを言うということです。錯誤との違い、そこね、心理留保は分かってて違うことを言ってます。錯誤は気づかずに違うことを言ってます。いいですよね。錯誤と心理留保はそこが違うんだけれども、心理留保の場合は分かってて真意でないことを言う、この場合には原則有効で、例外的に相手方悪意誘拐したら無効になります。で、次が94条で、通謀虚偽表示は無効ですよね、1項でね。だけれども、善意の第三者に対しては無効の主張ができない、対抗することができないとされてますよね。で、これは93条2項でも同じ規定があったよね。心理留保があって相手方が悪意誘拐室だった場合には無効になるわけだけれども、その時に善意の第三者が現れた場合には94条2項と同じ処理をするわけですよね。で、錯誤については取り消しですね、錯誤については取り消し原因になってます。で、例外的には重過失ある場合には取り消しが制限されるわけですね、表意者にね、表意者に重過失ある場合には取り消しが制限されるけれども、例外の例外として表意者が重過失があっても相手方が錯誤に陥っていることについて悪意または重過失である場合や共通錯誤の時には原則に戻って取り消しできると。で、動機の錯誤は表示が必要、動機の表示が必要ということですね。で、詐欺と脅迫については取り消しができるということですね。で、このあたりのところをまずしっかりと、まあ、1回目見ていって、で、2回目はですね、少し錯誤と詐欺脅迫についても同じように第三者っていうのが出てきます。で、この第三者についての議論を進めた後で、次回の講義はちょっと今日110条ってやりましたけれども、この代理っていうのを勉強していきます。まあ、第2回と第3回使って、まあ、代理っていうのをやっていきますが、まずは、今日の講義の意思表示のところはしっかりと見ておいてください。で、あとはまあ1回目の講義なので復習について簡単に触れておくと、まあ、ある程度講義がどんどん溜まってくるとですね、前やったところの復習みたいなのが結構ヘビーにはなってくるとは思うんですが、当面はですね、復習するにあたっては、まあ、一番いいのはチェックシートで書かれているものについて講義で扱ったものがスラスラ言えるように、
反復しておくのがいいかなと思います。だんだん、ね、量が多くなってくると復習量というのがどんどん増えていっちゃうでしょ。でその時に何らかの形で、復習が集約できているといいと思うので、一番、いいのは、一番いいのはまず講義メモを見た時に自分で講義で扱った部分というのをしっかり自分の頭の中で再現できるかです。で自分の中 で講義メモって、なんとなく進むペースからも分かる通りかなり圧縮して必要なことをまとめてます。なのでその圧縮したものとか書き込んだものを見て自分の中でその言っていることっていうのがちゃんと分かっているのであれば十分理解できているっていうところになります。でよく分かんないなってところはもう一回ねウェブであったりとかでもう一回確認をしたりとか、場合によってはセブンサミットとかで該当ページ確認するなどで、ちょっとそこの理解漏れてるなっていうところは、そこを復習していただいて、であとは分かんないことが次の講義の時とかに私のところに質問して、いただければですね、ちょっと通学ズームの方っていうことになっちゃいますけれども、分かんないところは聞いていただければそこで、疑問も解消できると思いますし、あとは通信で受けられている方であれば質問制度あったと思いますので、そういうところで質問でどんどん解消していくということになります。でその上で、この講義メモでやったことっていうのがある程度再現性が出てきたら、あとはチェックシートの方でもう何回も回していくイメージです。覚えなきゃいけないこととかスラスラ言えなきゃいけないことっていうのは、チェックシートにあるので、復習するときは、前回の復習っていうのは基本講義メモとかになると思うんですが、例えば講義が5回目とか6回目になってくるときはなるべく前のところから講義復習した方がいいので、そのときはチェックシートの方はお勧めしてます。例えば講義の方で例えば第3回とか第4回って進んでいくと、チェックシートでいうと、どんどん進んでいくわけだけれども、一番最初のところからパラパラパラって見るのにはおそらく講義メモだったら結構重たかったりするので、チェックシートとかは前回の講義までのところをバーッと見て、きちんと自分の中で納得できているかなっていうところを確認しておくと、24回で講義終わった段階で全部のチェックシートが読めている状態になっていると、で何回も反復されているって状態になりますので、講義メモの復習というのは日々の復習で使っていただいて、しっかりとインプットしたりとか、広範囲の復習するときには、チェックシートを見ていくっていうのがもうお勧めしてますので、まずは講義メモを見て納得ができてたらチェックシートで落としていくというね、そこの部分しっかりと復習しておいてください。であとは事例解説集とかも民法では結構多く使っていくので、具体的な事例とかちょっと分かんなくなっちゃった時とかは積極的に、レジュメの方で復習しておいてください。基本的に新しいものに手を広げていくっていうことは特に必要ないです。講義自体も、全部の講義の中で、必要なことほとんどやっていくので、例えばなんか、セブンサミットでなんか読んだことないところを探してみるとかっていうのは有益ではないとは言い切れないところではあるけど、最初の段階だともうとにかく全体像をつかむことが重要になってきますので、まずは、ペースをしっかりとつかんでいっていただければと思います。はい、じゃあそれではですね、本日の入門講座の民法の第1回の講義は以上といたします。それではお疲れ様でした。